張はする必要ゼロですよ。2度目だし、うん、ちょっとね、あ、もう始まってますよ。待って、あれじゃないですか。何、あれですよ。え、あれじゃないですか。あの、始まってるから、始まってるから。やばい、私これ、私が今一番好きなキャラクターですよ、うん、今どころか3年間ぐらいずっと言ってるよね。3年間ずっとファンです。はい、すいません。あの、猫舌ショールーム GO の部屋、本日のゲストはどなたですか。松坂桃李です。嘘じゃないですか。よろしくお願いします。はい、東さん2度目の登場です。こんにちは、はい、不思議なテンションです。はい、はい、ね、あの、ロクでなし子先生のね、オリジナルキャラクターですね。私一瞬ロクでなし子フォローしたんですよ、うん、はいはい、最近最近、そう、そしたんですけど、うん、ロクでなし子さんめっちゃツイート多くて、多いですね。そう、 TL を犯されちゃって、うん、それで、あの、外しました、フォロー、はいはいはい、こっそり。なるほど。でも今でも狙ってる。狙ってるんだ。だってね、生うどん時代から言ってたからね、絡みたいって言ってた。夢叶わなかったんですよ。でも終わりましたよね、裁判。裁判終わりましたね。終わりましたよね。ちゃんとチェックしてる。でもあの人全然あれですよね、うん、傷んでないですよね、うん、はいはいはい。あのね、超いい人でしたよ、この前取材したら。あ、本当ですか。そう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 。でも目がやっぱキラキラしてるから、うん、いい人なんだろうなとは思ってる。あの、私は本当ね、あのね、あれで捕まった以外は常識人ですって言ってましたね。あ、でも一応なんか捕まったっ、今、あえて4文字伏せましたけど、本人は捕まったけどね。それで捕まっただけで、普通の人ですみたいな。普通の人まずそれで捕まんないんですよって話をしながら。前科、前科。いいなぁ、かっこいい。まだ泣けられてない。はい、こんにちは。2度目ですよ。2度目ですよ。覚えてますか、前回。いや、忘れちゃった。もう。もうだってほぼ2年前ですよ。え、あれ2年前だったの。そう。そうなんだ、1年前かと思ってた、うん、結構前なんですよ。え、だってビジュアル全然違うもんね。2018年の11月、うん、あ、ほぼ2年。そう、2年前だ。この2年間いろいろあったじゃないですか。いろいろあった。もう捨て、そこなこおこうとしてんだ。汗、はい、ティッシュペーパーがついたみたいな、はい、ティッシュそこにあるからね。はい、どうも、はいはいはい、ちょっとダメなんですよ、今日私、あれなんですよ、今日生理1日目で、これと、これなんなんだなんですけど。なるほどね。そう、それで一瞬、うん、やべえ、今日動けねえって思って、あの、マネージャーさんに連絡したんですよ、うん、ちょっと今日、あの、薬飲んだんですけど、うん、無理かもしんないですみたいな、うん、リモートでもいいですかって言ったんですよ、うん、そしたらすごいいい方で、うん、あの、聞いてみますみたいなのが来たんですけど、うん、リモートでも大丈夫ですよ。そうそうそう、なんだけど、なんかだんだん復帰してきて、うん、で、あの、復帰したらいけますんでって書いてたんですよ、うん、だけどやっぱ現場の方が絶対いいだろうなって思って、うん、あの、ダメ元で、うん、その、ゴーさんさえ良ければ、うん、その、ゴーさん家のお湯、うん、お風呂にお湯を貯めてそこに使った状態なら確実に現地で行けますって。風呂からリモート？そうそう、風呂からリモートあるんですよ。緩和されるんです、めっちゃ、ね、リモートなら変わんないよ。え、嘘。え、そう？家からやる。そこにだから一緒に一緒にな、ゴーさん僕も風呂？そう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 。スタッフも風呂？そう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 、もちろんもちろん。でやれば解決かなと思ったんですけど、返事来なくて。そりゃそうですよ。そうで、まあ、とりあえずでも行けるから行くかっつって今日来た。なるほど。そう、命がけで来ました、だから今日。申し訳ないですね。うん。でもなんかね、そういう話も比較的しやすい時代にはなってきましたよね、うん、昔は本当に完全タブーみたいな感じだったのが、なってたよ、テレビでもちゃんと特集組まれたりとか、いわゆるアイドルって肩書きの人がそういう話をするようになったりとか。いや、でも私が先駆けだよ、うん、これは、うん、そうなの、言っとくけど、前から言ってたの、うん、積極的に生うどんの時から、うん、あの、ね、ネタで生理のネタを入れてた、うん、入れ込んでた、入れてた気がする。ナプキンのネタをすごい入れ込んだけど、入れてた入れてた、めちゃくちゃ、うん、静かになった、うん、なるほどね、なんか、うん、なんか滑ったとかじゃないんですよ、はいはい、次元が、あの、どうしていいのか分かんないんだけど、そう、みんななんか汗たらりみたいな感じで、うん、シーンみたいになっちゃったことが何回かあったんだけど、受け止め方が難しいんだって思うんだよね。そうそうそう、リアクションの仕方が難しいみたいな、そういう今はちゃんと、なんだろう、理解しようっていう空気にはなってるけど、そういう昭和の頃ってひどかったの知らないでしょ。昭和の頃って要は生理を下ネタと解釈していて、アイドルに生理の話を聞くっていうのが最悪、あの、結構アイドル雑誌の日常だったんですよ。最悪、最悪でしょ。あの、今完全にアウトなことを普通に、デビューしたばっかのアイドルの子とかに聞く。今だったらパワハラですよね。まあ、いや、パワハラどこじゃないでしょ、うん、普通に問題になるんだけど、セクハラパワハラ、あの、風呂入ったら体どこから洗うとかと同じノリで、あの、生理の話と痴漢にあったことあるみたいなこと聞くっていうのね。最悪っすね。それもだから全部いやらしい話って解釈だったの、全部。なるほどね。大雑把な。だからなんか隠すっていう文化ができたのか。そうそう、多分触れづらいものになっていったりもしたんだろうし。なるほど。
ブブカとかカレンダーまで作ってて、そうね、そういうね、うん、ひどい歴史をよく知ってますね。マジ生理カレンダーってやば。ブブカっていうね、まあ、今はまともな雑誌になってますけど、うん、昔ブブカ出たよね、私あのブブカのあの雑誌の下のホールでイベントやりました。やべえとこでイベントしたんだな。レポートがブブカ乗りましたけど、ブブカ乗ったブブカ、まともになった後のブブカで、まともじゃない頃のブブカっていうのは、うん、女子アナウンサーが毎日テレビ出るじゃないですか。出る。その顔を毎日、うん、あの写真集めて、うん、明らかに顔のコンディションが違う時期、うん、この時期が生理周期だという特定する最悪な連載がしてたんですよ。最悪だ。最悪でしょ。マジ最悪。今だったらフェミニスト総の先ですよ。もう。そうそうやばありえない企画をやってたんだけど。尖ってんの。それまだからそれを僕らがブブカに責めると、うん、いやでもね女性編集がやってたんでって言う。あのだったらいいって話じゃないから、それって余計問題ですよ。そうそうそう、余計に、うん、そうなんだ、知らんかったわ。そういうだから記事を作ってたブブカの編集長が今ラジオで女子アナとかと共演してるのを聞くたびに僕はモヤモヤするんですよ。お前は昔何やってたか知ってんのかっていう。何普通の顔してお前共演してるんだよ。確かにそれはダメだね、みんな思いますよね。そうだったんだ、うん、知らなかった。でも私も確かに、うん、あのメールするときに言い方迷った、うん、だから調べた、わざわざ、うん、そうなんだ、ネバーまとめ調べた。生理生理休む理由って調べた。そしたらそれ2個目ぐらいに、うん、今はちゃんと寛容な世の中になってるのがあるので、うん、正直に言いましょうって書いてあった、うん、正当な理由になりますって書いてあったから、うんうん、それはそうだ。あのでも普通は有給申請するんだって、うん、なんかあの問われないから、うん、いろんな理由を、うん、だからあの正直に言った、うん、でも今までそういうので、休んだこととか実際あったりするんですか？いや、稽古を休んだことあるんですよ、私、うん、なんか休む時間がなくて、ストレスがやばかった時期があって、うん、その鬱の状態のまま、うん、舞台本番に出た時期があったんですよ。おう。で、その次の舞台をもう休まずに本番終わった後、もうすぐ合流しなきゃいけないって時に、うん、あのストレスで一回失神しちゃったことあって、うわ、それ相当ですね。そう、倒れちゃったんですよ、トイレで、うん、あの下半身丸出しのままバタンって倒れちゃって、救出もしづらいやつだ。そうそうそう。で劇団員の人がなんか、うん、大丈夫みたいな、私その頃遅刻癖もひどかったから、うん、行く時とかに LINE しなきゃいけなかったんですよ、はいはいはい、ルールがあって、うん、で連絡来なかったから大丈夫って言って家に駆けつけたら、うん、お尻にちょっとうんちがついた私が倒れてるっていう、そこいらないから余計な状態っていう状態になって、うん、でそれ助けてもらってそれ休みました、それは、うん、ストレスとかも関係あるってすごい聞くから ね、まあ、ね、人によって症状それぞれですけど、 それがだからね、理解がちゃんと広まない部分でもあるじゃないですか、うん、そう、ね、そうなんですよ。そうそうそう、もう全然平気っていう人もいますからね。 でそれを基準にされたら困るわけで、そう、みんな平気だって言ってるよみたいな、難しいですよ ね、あれは、うん、でもしかも普通に物理的に難しいし、その共有することがね、うん、所詮男には理解できないものなんで、まあね、うん、まあね、確かにそんなことが、そんな中わざわざ来ていただいてありがとうございましたよ、ね、ピースそう、ね、まあ、2度目の出演ということですけど、はい、まあ、前回どんな話をしたのか覚えてますか？あれ、なんとなく覚えてる、ね、なんとなく覚えてるよ、はいはい、あれでしょ、うん、だ活動停止の真実みたいで書いてなかったの、まあね、まあ、そういうのも含めて現在に至るまでの話をいろいろ聞きましょうみたいな感じで、聞いてあとなんかイーストバイブね。もうお休み今、まあ、要はすぐに、まあ、生ハムと焼きうどんという素晴らしいグループがあったけども、諸事情で、ね、活動休止になって、うんうん、でデリケートな感じだからあまり触れられないことも多いし、難しいね、比較的西井さん側の見解ばかりが拾われがちだったから、うんうんうん、ちゃんと両者を呼んで、うん、そうだ、ね、近い時期に聞きつつで、いい形で着地させるという、そうだ、これ次の出演に西だったり、違いますよ。向こうは今別の意味でデリケートなんで、今下手に触れない。いや、確かにやめといた方がいいかも。やめときな。動画止まってない？なんか確かに。うん。今電波悪いのかも、みんな来るので。あ、動いてる動いてる。すごーい。はいはい。そうそうそう。何この畳っていう人が。なんかお金スペシャルギフトくれてるよ。そうなんですか。うん、本当だ。ギフトいらないですからね、この番組ね。
そうなの？なんかタワーの話したのも覚えてる前回。そういうのが立ったとしても別にゲストに還元されるわけでもないので、うん、全くいそういうのね、気使わないでいいので。いいです。欲しいものリストのギフトください。欲しいものリスト公開するんでそれください。まだ公開してないですね。もうしてない。コロナ中にした。ね、あ、そうなんだ。うん、そしてちょ、本当にちょっとだけ叩かれた。物乞いしてるみたいな感じで、ちょっとだけ叩かれたけど、別に良くない？まあね、ねえ、欲しい、あげたい人だけあげればいいのにっていうことが一回あった、うん、まあね、物乞い的な批判もあるし、でただ気持ちが分かるのが、いらないものをもらってもしょうがないっていうのがまずあるんですよ。ある、うん、で比較的いらないものをもらいがちな職業だと思うんで、そうであれば、いるものが何なのか知りたいっていうのもあるのは事実だと思うっていう、合理、合理、一致してるよね、利害が一致ってやつ、ね、あれまたこれ来たとかね。そう、一回、うん、針金で手作りしたなんか、うん、オブジェみたいなのもらったことがあって、うん、僕の手作りですみたいな、うん、でなんかところどころになんか、うん、ちぎれ布みたいななんかついてる、うん、針金のオブジェみたいなのもらったことあったんだけど、うん、それは本当にどうすればいいか分かんなかったことある、ま、持てますよね確実にどうしようみたいな、これ、うん、オブジェみたいになったことあるから、うん、気持ちはすごい分かる。はいはいはい、まあそういうことですよ、うん、ね、なので叩く気持ちも分かんないでもないですがというね、まあいろんな見方あるよね、うん、はいはいはい、画像止まりがちですかね、そうなんですかね、うん、まあ、そんな中なんとかやってきますけど、まあだからそんな感じで以前出てもらって多少デリケートな話もさせていただいて、うん、で、その後余計なことやってますね、意外と、まあ、この番組って非公式のアーカイブがあるんですけどね、非公式のアーカイブを見て好きになりましたみたいな人が結構いて、えそう、でも言ってましたね、坊主、うん、言ってたかも、そうそうそう、この配信見て好きになってくる人いますよ、うん、みたいな、そう、あれちダメだったんですよ、あれ 見返せなくてあの配信っていう話だったんですよね。そう、私は正直あれに出たのを公開してるぐらいのことを最初言ってて、あんまうまくなんかできなかったみたいな反省があって、うん、まあ、まだ多分デリケートな時期だったからうまくできた自信がなかったんだと思うんだよね、うん、あんまり客観視自分を仕切れてなくて、うんうん、なんか複雑な心情のまま出たから、うん、見返すこともなんかこう変に傷ついちゃうしみたいな、うん、まあ、多少時間が、ね、空いて今だったら多少いじれるかなぐらいの感じでやったんだけど、まだ難しかったっていう、そうなんですよ、うん、長かったね、うん、それを最近になってだから、いやそんなことないですよって言っていい感想があるたびに僕送ったりして送ってた、すごかった、わざわざなんかリンク貼ってね、うん、そう、これで好きになったみたいなのを DM で送ってくれるようになって、うん、でもそれでもなんかまあうんって感じだったんだけど、固くなだったけど、でもなんかあることをきっかけに見直してみたり、うん、なんか、うん、あ、なんだったっけな、なんかそれこそなんかそのデリケートなことが起きたね、まあ、元相方が多少なデリケートなことが起きたきっかけで、そう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 、ちょうどその辺のことが読み返され始めて、そうで突然ね、全然関係ないのに、もう全然関係ない、ね、あの東はみたいな感じで語られ始めた時期があっていや本当にマジで巻き込みだからな、そうそうそう、マジで巻き込み、本当に腹立つ、あれマジでムカつく、何なのあれって思った本当に、うん、でもなんかそれで、うん、じゃあこれ見返してみるかと思って、うん、ようやくいろいろもう立ち直ったしって思って見返したら、うん、結構良かったのよ、そうなんですよ、なんか良かったはずだったのに、まあ、ちょっと本人ちょっとね、まだちょっと傷が癒えてない時期だったから、そうなんかちょっとだからあと、うん、なんかこう憎悪の念みたいな、うん、なんか憎しみみたいなのももちろんあったから、うん、そのなんかあ言わなかったじゃないですか、こう事実なんか、ね、こうああいうことをされたみたいな具体的なことはあんまり、うん、あんまてか一切言わなかったから、うん、なんかこう自分の本音みたいなのをちゃんと言えなかったみたい な、うん、なんか気持ちになっちゃって、うん、落ち込んでたんですけど、うん、でも今見返すとよくそこを言わずにちゃんといいバランスになってたと思うんだよね、うんうんうん、ある程度は言いながらもちゃんといいところに着地させて食べます、いや大丈夫です、いらないのそうそうそう、でしかもなんかアシスト上手だった、うん、そうそうそう、ありがとうナイスボールしてたでしょしてた、誰も悪人にならないようなうまいバランスでゴーさんがあ、弾け飛んでるよ、やっぱりゴーさんはプロなんだなって思ったのありがとう、やっぱそれがちょっと距離が近かったから、うん、まあちょっとゴーさんとはみたいな気持ちあったんだけど、うん、まあね、あこの人はやっぱりインタビュアーなんだって思って、うん、ちょっとまあ時間が置いたことで客観的に見れるようになって、そう、上手にね、こうキュキュキュって軌道修正係だったので、うんうん、いつまでバナナの皮で遊ぶんだって、ね、最近気に入ってるのバナナの皮はいはい、
というようなね流れがあったんで、じゃあもう一回出てその後の話も含めて話しましょうかみたいな流れになったというのが今回です。でもあれからまたいろいろあったんですよ。いろいろありますよね。もうやばすぎ、うん、やばすぎ本当に、うん、私って本当すごくないですか。なんでこんなにいろんなことあるんだろうってぐらい。まあね、劇団も辞めたし、劇団辞めるまでの流れも結構な激動な感じでしたよね。あ、本当にやばかったです、うん、もう本当にあれが山場がもう人生の、うん、悪夢だった。要は生うどんがいろいろうまくいかなくなった時期に別の居場所としてここを見つけたみたいなところの、うん、その居場所も失うというかさらなるダメージを受ける、うん、そこにまでちょっといろいろあって、うん、っていうのとか、あとなんかちょっと自分の正体に気づいたみたいな、うん、まあ、正体なんてないし分かんないんだけど、まあ、たっぷりね、時間もあるんでたっぷり聞きますけど。ほんと？そう、まず劇団の話からじっくりいきましょうか。ちゃんと聞くじゃん。ちゃんと聞きますよ。やば、誤解をないようにしないとね。デジャブじゃん。なるべく誤解を減らして前回もそんなことしたもんね。話していきましょうかみたいな、結成の話からみたいな。やっぱり2時間話したから誤解解ける部分で絶対やって、だから動画見てね、ああ東いいになったりとかするわけで、確かにちゃんと話しましょうっていうね。任せた、うん、ね、まあだからその生うどんと並行して劇団に活動をね始めて、そう、うん、もうもはや劇団がメインになってて、なってましたね。で、私ありがたいことに主演女優だったのよ。で、周りの人もかなり劇団の人が固めるような感じに後半はなっていて、そう、うん、なんかブッキングとかそういう依頼とかも劇団を通してもらったりとかして守ってもらう感じ、うん、になってたんだよね、うん、そうで、なんかもうほんと舞台詰め詰めみたいなで、うん、結構もうメインどころの役ばっかりみたいな感じで、もう女優だね、女優、うんうん、ミュージカル女優として活動 、はいはい、してたわけなんだよ、うんうん、なんだけど、うん、なんて言えばいいんだろう、難しいな。どの段階から話すべきなのか、難しい。この話でも確かにこの話ちゃんとしたことないかも、ね、ブログではねちょこちょこと書いたりはしてはいるけれども、ブログではマジ書いたけど、あまりね口に出して言うのはデリケートだし、これもそう非常に難しいですが、うん、難しいですね、うん、まあでもめちゃくちゃ仲良かったんですよ、うん、5人だったんですけど、かなり信頼関係ありましたよね。めっちゃあった、うん、みんなそれぞれの役割があって、うん、もうなんかもう家族みたいな感じで、うん、そのなんかこう何にもない日にも会ったりとか、うん、お誕生日とかも家族じゃなく、本当の家族じゃなくて、うん、その劇団員でお祝いするみたいな感じの、うん、まあ、いわゆる家族運営みたいな感じの親密加減だったんだけど、うん、多分チョコが口から出てきた。可愛いもんか、乳首見せるぐらいより可愛いもんか。乳首ね、見せた事件がありましたけどね。乳首ポロリしちゃったよ。今世界で3人だけ私の乳首見たファンがいるから。ね、僕と共演したイベントでね、最前のお客さん3人ぐらい口を開けてぼんやり、あとネバーマテマの人も見た。ね、僕横だから気づかなかったっていうね。だから私がもし何かあった時に出されるかもしれない、その情報は。というね。そう。って感じ。そんなわけでね、ライターが来ましたよ。ちょっと一旦ね、こんな話の流れであれですが、僕が9月3日誕生日なんで、ショールームの人がケーキを用意してくれたみたいで、ハッピーバースデー、自分で火をつけて自分で消すという、ハッピーバースデートゥーユー、これ見せた方がいいんじゃない、お客さんに、あ、見えてんのか、すごーい、美味しそうだね。ちょっとさっき落としたマスカット食べちゃったけど、うん、何の問題もないし、何歳になるの、ゴンさん。ついに50ですよ。おお、人生の折り返しってやつ。いや、こっから折り返したら100だよ。すごっ、酸いも甘いも知ってるわけか。ゴンさんは人生の。まあね、50年生きればね。おお、あら、すごい、はい、じゃあおめでとうございます。せーの、はい、ありがとうございます。すごーい。いやー、どうぞ食べてください、はい、一緒に食べましょう。いいの？当たり前ですよ。あ、なんかすごい、これあれじゃないの？何？イチジクじゃん。え、そうなの？これイチジクあんじゃん。もう手すごい、もうね、え、手めちゃくちゃついてるよ。手はもう終わってる、大変なことになってるよ。すごい、はいはい、
ちょっとうまいことやりましょう。やばい、でも私これちょっとこれ以上持ってると危ないかも。危ないね、こういうのすごいね、ダメな人、うん、絶対下手だよね。そうそう、これ落とす、落とす、落としたりする。落とさないで、落とさないで、はい、あーもう俺に渡されても困るよ。あー怖い怖い、怖かった。ありがとうありがとう、はい、おめでとう、ね、どう50歳になって、ね、世界はどう見えてる？何も変わらないよ、別に。そうなの、うん、50年間も生きたのすごいね。意外とだからね、なんだろう、二十歳過ぎてからの感覚ってそんな変わんないよね。あ、そうなんだ。面白いですね。はい、いや私自分が50歳まで生きてるのあんま想像できないもん。だって完全に僕もそうですよ。あ、そうなんだ、うん、とっくに死んでる計算だった。そうなんだ、うん、ゴーさんって死にたいとか思うの？死にたいはないですね。ただそんなにそこに執着はないっていうか。あ、逆にね、うん、確かに死にたいって思ってる人ってすごい生に執着もあるもんね、うん、同時になんかまあね、うん、うまいこといけばいいなぐらいの感じで、生きればラッキーぐらいの感じでやってたんね。でも人の闇とかめっちゃ見る職業じゃん。めちゃくちゃ見ましたよ、東さんの闇もね。やだあんた、本当に忘れてよ、本当にムカつくね、なんか東さんの闇を見ましたよってさ、裸より恥ずかしいじゃん。胸は見てないけど ね、 ね、確かに乳首はね、見損ねたからね、見損なげましたね。はい、で戻りますよ、話。はい、はいはい、そうそうそう、劇団の話です。やっぱ難しいね、仲いいってやっぱ難しいというか、なんか距離感が下手な人なんですよね、多分ね。もともと友達とかがそんなにいなかった人だから。全然いない。詰め方がどこまで詰めていいのか分かんなくて、詰めすぎちゃったりもするんだ。そうそうそう、だから協調性があんまないというか、うん、まあ、後に発覚したんだけど、うん、その自分が ADHD だってことが分かったんですよ、はいはい、その劇団の中で。いわゆるそういう距離感がつかめない病、なんだっけ、なんだっけ、多動性、うん、障害みたいな、はいはいはい、なんとか性、まあ、この落ち着きのなさとかはまあそうだろうなと思いますよね。まあ、私は全く自覚してなかったんだけど。あの、意外とわかりますよ。いや、そうなの。ファンに言ったら、なんかファンは、うん、あ、なんか知ってたよみたいな、わ、うん、かってたよみたいなことをみんなに言われて、まあ、そうだろうなと思いながら、今もこうやってる感じとかね。誰も驚いてくれなかったんだけど、この落ち着きのなさね。私だけが本当に気づかなかったのよ、うん、そうっていうのもあって、その劇団、ただね、意外とそういうのがプラスになってる人でもあるからね。そうそうそう、結局クリエイティブのにおいては、そうそうそう、集中力もそうだし。そうそうそう、で空気の読めなさも多分それゆえのこう、なんかね、一歩前に出れる力にもなってるし、なってた。表現においてはめちゃくちゃプラスだったんだけど、そうじゃない人間関係とかにおいてはすっごい難しくて、うん、ね、その遅刻がとにかく多かったのよ、うん、その劇団でも、はいはいはい、ユニットでも多かったんだけど、うん、で、そうそう、あったんだけど、うん、その劇団でも多くて、で、やっぱり大人数ってなってくると、うん、その社会じゃないですか、はいはい、で、なんかこう、だからこう遅刻するっていうのは、うん、やっぱり良くないことだから、うん、そのなんで遅刻しちゃうのとか、遅刻するたびに謝ったりとか、うん、その自分でもなんかよくわかんないけど、遅刻しちゃって、うん、するってことが何回も何回もあって。そうなんですよ、完全にそれね、遅刻する病なんです。そうなんですよ、もうこれはね、どうにもならない人っているんですよ。そうなんですよ、これはなんでってみんなわかんないかもしれないんですけど、うん、失礼だとか言われても困るってやつだよね。いや、そうなんですよ、あの、あれ誘惑がめっちゃ多いですよ、うん、その、そもそもこういろんなものを見て、うん、いろんなことを考えちゃうっていうワープ癖があるから、うん、まずこう朝起きて、うん、そのなんとかやろう、手洗おうとか思ってるうちに、うん、あ、洗濯物そうだ、うん、回しちゃおう、あ、はいはい、お皿洗いも今しようかな、うん、あれ、そういえば今日って何々持ってかなきゃいけなかったっけ、うん、ってなんか目に入ったものを全部考えちゃったりとかして、うん、まず時間がロスしちゃう、うん、で、あ、やばいやばいって電車に乗る、うん、電車に乗ったら乗ったでいろんなものがあるから目に入っちゃって疲れちゃうから、うん、イヤホンをつけて集中しようと思って集中します、うん、そしたら乗り過ごしちゃいます、はいはい、あるある、やばい、何ここどこについてんのってなって、うん、また乗るけど、うん、そこでも乗り過ごしちゃって、はい、テンパる、うん、ね、つくみたいな、うん、で、そこからまた歩かなきゃいけないとかで、うん、もう誘惑が多すぎて、うん、なんかちゃんと1時間前とか2時間前とかに起きても、うん、もうあの避けれないんですよ。ちゃんと出ても遅刻するっていうね。そう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 、うん、っていうことを自分でも自覚してなかったし、うん、自覚してないからその劇団にもちゃんと説明できなくて、うん、その毎回こうなんていうの、劇団会議みたいになるみたいな、うん、その私が遅刻したら、うん、もうこうなんていうの、電球1個ぐらいの暗い部屋に劇団員、うん、4人がこう座って待ってる。怖っ。そこに私がこうやってガチャって入ってって本当に本当に申し訳ありませんでしたって言って、涙ボロ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 って流しながら謝って、みんながこうやってってこうやってって30分ぐらい経ったら、うん、なんか端っこから喋り始めて、うん、なんか
一人はだからもう泣いてて、うん、うちらのことが大事だって言うならなんで遅刻すんのって泣いてる人もいるし、うん、なんかもう私はもう正直信頼ないからって、うん、もうあのこれから頑張ってくださいみたいな感じで見放してる感じの人もいるし、うん、あの怒ってる人ももちろんいる、うん、悔しいみたいな、うん、こんなことになっちゃう、こんなことで亀裂が入るのは悔しいって、うん、で私のためを思って怒ってくれるみたいな感じの会議が結構何回も何回も あって、うん、でそのために対策をいっぱいしたのみんなで考えて、はいはいはい、でそれこそこう、うん、遅刻っていうもののこう、うん、なんていうの、責任の重さを知らないんじゃないかっていう風な話になって、うん、遅刻イコール犯罪って考えた方がいいよって言われ極論だけど、うん、その遅刻をするってことは、うん、あの何が悪いと思うって言われたから、うん、そのまあ、自分の夢とか、うん、自分の時間とか周りの信頼とかをなくしちゃうみたいな、うん、だから自分のことを結果的に首を絞めることになるって言ったら、うん、うんうん、それだけじゃないよ、じゃあ遅刻するってことは相手の時間を奪うってことにもつながるし、うん、相手の夢とかやりたいこととかを奪うってことにもつながるから、うん、万引きと一緒なんだよって言われたの、うん、えってなって時間の外だ、そうそうそう、私は万引きのプロだったのかなって思ったらえって思って、つまり犯罪と一緒なんだよって、から、うん、遅刻するってことは自分だけじゃなくて相手のことも傷つける犯罪と一緒って思った方がいいみたいな、うん、でまあね、思った方がそのこれから頑張れるんじゃないかっていう、うん、私のためを思ってそういう電話をしてくれた、ただのぐうたらの遅刻だと思ってるからきちんとここは釘刺さなきゃっていう、ね、そう親心に近いのものなんだろうけど、もう親心です皆さん、うん、そう 教育というか、うん、これから世の中でちゃんと、うん、あの働いていけるための、うん、まあ、ちょっとそういう風な役割として言ってくれたのが裏目に出て、うん、もう私元から遅刻、小学校から遅刻癖がすごいあって、うん、もう怒られてきた人生だったから、うん、みんなに、で親にももちろんこうすっごい怒られて、うん、あの家庭でも結構なんか孤立してたみたいな時もすごく多かったから、うん、その部分とかも全部こう、うん、うわっ、って今までのは全部犯罪だったんだ、うん、みたいな、万引き人生、万引き人生万引きのプロの達人だったのかみたいな感じでブワーってきて、うん、でそれから毎日、うん、その寝る前に、うん、その劇団員がその泣いてる顔とか、うん、傷つけるような顔を想像してから寝るっていうルーティンをつけたんですよ、自分を、それは辛い、脅すんですよ、だからナイフ持って、おいてめえ、おい起きらなかったら死ぬぞ殺すぞみたいな、てめえは生きてる価値ねえぞっていう、うん、ナイフをここに置いて寝るっていうのを毎日繰り返してたら、うん、あの恐怖で目が覚めるようになったんですよ、目覚ましの前に、大丈夫、時間はよかったみたいな、それってめっちゃ精神に悪いじゃないですか、そりゃそうですよ、寝坊はしなくなるかもしれない、寝坊はしなくなるけど、うん、すっごい寝るのが怖いんですよ、だからもう寝たくないみたいな、うん、っていう日々が続いて、うん、でやっぱそういう日々が続いてると精神にも良くないから、ある日やっぱりそれでまた遅刻しちゃう、うん、はいはい、で劇団員たちがまたもう何なんだみたいなことが繰り返してて、まあなんかどっちかっていうと、だからそういう意味では、うん、みんなは結構、うん、みんなも独特な人多いんですけど、うん、劇団はそれこそ、うん、いろんな特徴を持ってる人が多いんですけど、うん、その人たちの考え方的には、そういう病気とか障害とか特徴とか個性みたいなものっていうのは、うん、その治せるっていう価値観で、うん、あの生きてる人たちだったんですよ、うん、そういうものがこう治せないからそれを受け入れるとかっていうよりかは、うん、治せるってことを希望としている人たちだったから、だからもちろん私のことも治そう治そうってしてくれてたし、そうそうそう、治せ治せって言ってくれてたし、その人自身も治るって思って生きてきたから、うん、それが希望だったから、うん、そうそうっていう頑張り方をしてた劇団だったから、それはだんだん溝はできていきますね、そうなんですよね、うん、でなんかこう自分のもちろん言い分なんてないし、うん、そのまあ土下座したことももちろんあったし、うん、なんかそういう感じで、あとそうですね、やっぱ遅刻したことによってなんか劇団員全員にちょっと話しかけてもらえなかったりとかっていう、うん、なんかこういわゆる社会不適合者じゃないけど、うん、ちょっとそういう立ち位置になっちゃってって、うん、でもなんか私ももう劇団のことが好きなのに、なんでこんなことしちゃうんだとかって思ってた時に、自分を責めちゃってね、そう、あのちょうどその疫病神っていう作品があったんですよ、うん、でそれはもともとそのこんなに話していいのかな、別にもいいと思うんだけど、うん、脚本を書いてる、うん、あの宇手さんっていう方がいて、うん、その人のまあフィクションももちろんあるけど自伝みたいな、うん、であの人もあの人であの持ってるものがあって、うん、あのそれをにまつわる、まあ、トラウマとか、うん、その自分の中の特徴とかを書いた、うん、あの作品だったんだけど、うん、その精神科の人が出てきたりとかして、はいはいはい、でその劇団の人がだからめちゃくちゃその自分で、うん、自分のことを調べたわけよ、うん、自分はどういう特徴を持ってて、うん、そのためにはどうすればいいかとか、うん、どうすれば治るかみたいなのをブワーって書いたりとかしてる場所に、うん、私もよく居合わせてたの、うん、でなんか3人でよく温泉とか行ってたから、うん、プロデューサーの人と脚本家の人と私と、うん、やばゲップがめっちゃ出てきた大丈夫ですよでその場で温泉出た後に、うん、その
ごめんねみたいな、ちょっとあの私調べたことがあるから聞いてくれるみたいな、自分のためにみたいな感じでバッて一生懸命考えて書いた紙を見せてもくれて、私はこういう特徴があってみたいな、でそれでこういうふうなことをすればよくて、こういうふうに思えばよくてっていうのを全部喋ってくれたの。その時にあのなんかこうその障害みたいな話になって、なんか普通になんか東も障害だと思う、病気だと思うよみたいなことをまあポロって言われたんですよ。でその時にあのえって思って、まあ、なんとなくその宇手さんの話を聞いてなんか通ずるものがあるなとは思っていたものの、直接そう言われるとちょっと違うじゃないですか話が。えって思って、でそこでなんかちょっと病気診断チェックみたいなのしてみようよみたいな、ちょっと女子高校生乗りみたいな感じで、はいはいはい、そのチェックのなんかあるじゃないですか、項目の、あれチェックするとその可能性が高いとか出る診断のやつをみんなでやったんですよ。そしたら私はもう見事に全部当てはまるんですよ、その発達障害テストみたいな、ね、そう、そのあの何々ができないとか、怒られることが多いとか、そのなんかそういうのが全部えみたいな、わかるみたいな、わかるわかるってなって、もちろん、あなたは高確率で ADHD の可能性がありますので精神なんか病院に行きましょうみたいなのが赤い文字でドンって出てきて、でえーって思って、でもなんかもう2人は普通なんですよ、まあ私もだよみたいな、私もなんとかかんとか症だしみたいな感じだったから、で私にとってはすごい衝撃的だったんですよ。20歳になったぐらいだったかな、しかもそれ知ったの、だからそれでめちゃめちゃショック受けちゃって、でそのショック受けた自分にもショック受けちゃったんですよ、その、ショック受けるってことは自分はそういう障害とか特徴を持ってる人に差別とか偏見があったのかなとか思って、ショック受けた自分にさらにショックみたいな、ダブルショックショックみたいなのが来ちゃって、でそれであの、まあ、今までその遅刻したりとか人々に怒られたりとか、うまくいかなかったも、生うどんってこととかもまさにそうですよ、私が本当に遅刻がひどすぎて、あのにっちゃんとかめちゃくちゃ困らせて、それで喧嘩したこともたくさんあったから、はぁ、みたいな、私の今までの あれとかもこれとかも全部病気だったからなんだって思った瞬間、理由があったんだっていうね、そう、ベッドから動けなくなっちゃったの、人生で初めて、すごくないですか、あるんだと思って、そういうこと、ベッドからやばいみたいな、動けないみたいな、多分それまでの精神的なダメージも重なってたわけだね。で、そう、しかもそれに追加して、ちょっといろいろあって難しいんですけど、私その劇団関係者の中のうちの一人と付き合ってたんですよ。これは正確にもっと細かく言っちゃった方がいいのかな。そういいですよ。セクシャリティ的な部分。そう。で、その付き合ってる方が女性だったんです、戸籍上。まあ一応その人は、自分でもそのカミングアウト今はしてるんですけど、その女性の方と付き合ってて、そうで、まあその付き合ったことによってその自分のセクシャリティとかも分かったんですけど、その方が、あの精神的DV をする方で、精神的 DV っていうのがあって、それをする方で、もうそれも自覚してるんです、彼女は。ちょっと追い込みすぎちゃう。そう、あの、普通のその暴力とかの体に傷をつける DV の、あの、なんていうの、精神版、心版だから、もう精神をどうやってコントロールできるかとか、傷つけられるかみたいなのをあのするために、まあ、もちろん無視とかもそうだし、ひどい言葉をかけるのもそうだし、なんかこうちょっと洗脳みたいな、あのことを しちゃうとか、確かめるとか、あともう脅迫とか、死ぬぞみたいな、そういうのを精神的 DV って言うんだけど、推してる人だったりとかもあって、その精神的 DV を受け続けたプラス、あの病気ってことを知ったプラス、劇団でもうまくいかないっていう、このまあ、もっと言うとその直前の生でのダメージもありますね。ありますね。あれは言えなかった。それは相当しんどい。そう、あの。それ一発でもしんどいはずなのに。それ一発でしんどいですよ。その後の、ね、一発で KO されるぐらいのダメージなのに、さらなるパンチが次々と襲いかかり。粉々でした。骨が。そうそう。だ、まあもちろんその生うどんでいろいろあったから、それの反省を生かして、その今度こそうまくやるぞって意気込んでた部分もあったから、でもそのね、たくさんそのなんていうの、舞台に出ても言えないじゃないですか、なんか時がここから癒してくれるみたいな、なんかこう、あの勝手な言葉がありますけど、そんなことないと思うんですよ私は、っていうダブル4パンチみたいなのが来て動けなくなっちゃったって感じではあったんですけど、それで初めて自分が鬱なんだってことを自覚して、重度のなんかこう、なんかこうなんていうの、3分に1回過呼吸みたいな、わぁみたいな感じで、1週間お風呂とかにも入れなかったんですよ。その時期僕ちょっとね、イベントかなんかで会いましたけど、真央さんですでしょ。そうそう、あの時も確かに会ってる時は気づかなかったんですよ僕が帰った後に過呼吸起こしたって聞いてマジかよと思って、劇団辞めた直後でしたよね、あれもちょうど、そうなんですよ。だからちょうど、しかもその付き合ってた人が劇団絡みの人だったっていうのもあって、そのまあ
表現とも全部マッチしちゃってたから、うん、その表現の部分がうまくいかなかった時に無視されるとか、うん、その仕事とかにも全部絡んじゃって逃げ場がなかったんですよね、うん、でしかも結構近くに住んでたから、うん、その見回りじゃないですけど、うん、私が本当に家にいるかどうか電気ついてるかチェックみたいなのがあったりとか、逃げ場ないですね本当ね。そう、あとなんかこうちょっと寝ぼけてる時に合鍵を作られちゃうとか、うん、なんかちょっと結構普通に考えたらやばいようなことを、うん、まあ、結構たくさんされちゃってて、うん、でスケジュールとかも全部共有させられてたから、うん、プライベートの時間を作りたい時とかは、うん、もう架空の友達を作って、うん、鈴木とかいう適当な、うん、で鈴木さんと遊ぶとか言って、やって性格とかも全部自分で作って、うん、あ、だ鈴木ちゃんっていうのはみたいな感じでベラベラ喋って、うん、あの頑張って遊びに行くみたいな、うん、まあほら女性同士だとやっぱりあの嫉妬の対象が結構難しいじゃないですか、うん、女性も男性もってあったりとか、はいはい、幅広くなっちゃってね、幅広くなっちゃったりもするから、うん、っていう感じでもうプライベートの時間を過ごしたかったら電気を消して嘘をついていないふりをして家で閉じこもるみたいな方法しかなくてうわーですよね、うわーだよマジやばい、ね、17ぐらいで会った時はあんなにハツラスとしてたのにあんなにハツラスしてたのになんで短期間でそんな大変な人生を泥沼です、私が泥そのものになるっていう事件があって、で、うん、でまあ、それが精神的 DV っていうのも気づくのもその後々だったんですけど、うん、その時になんかちょうどそのセクシャリティのこととかもあって、うん、その2丁目とかに行くとそういうなんていうの、価値観が多様な人とかもいるじゃないですか、はいはい、で、うん、行ってみようみたいな感じで友達と行った時にできた友達がいたんですよ、うん、でその友達にいろいろと喋ったら、うん、待ってみたいな、それ精神的 DV だよって言われて、うん、そのそんなことないみたいな、恋人だったら普通じゃないみたいな、うん、それぐらい、うん、普通にちょっとやきもちやきなんだよとかっていう感じに話してたら、うん、いやこれを見てみたいな感じで、その時も記事を出されて、うん、このチェック項目でまたチェックそう、精神的に夢の特徴みたいなチェック項目で当て出されて、うん、そんなとか思いながら、うん、チェックしてたんですよ、うん、でまあまああるある、そういうことあるある、でもこれは普通じゃないみたいな、うん、まあ、あるあるって言ったら一番最後の欄に、うん、精神的 DV を受けてる人は、うん、これが精神的 DV だと全く気がつかないって書いてあって、うん、その瞬間に手が震えたんですよこれそうだって思ってでその瞬間涙がボロボロボロって出てきて、うん、でその鬱で動けなくなっちゃった時に、うん、その唯一の、うん、そのセクシャリティとか劇団のこととかも全部知ってる友達に助けに来てもらったんですよ、うん、そう、そのご飯とかも食べれなかったから、うん、そのカットパイナップルを口まで運んでくれるもう完全に廃人じゃないですか、もう本当にやばいですよね、ゼリーとかで食べさせてもらって、うん、ってなってこう大丈夫大丈夫って、うん、さすってもらって、うん、っていう感じの日々が続いたんですけど、うん、もうそこでもさらに修羅場が起きちゃって、うん、その鬱になってその看病してくれてるその女の子が、まあ、見た目がちょっとボーイッシュだったんですよ、うん、髪の毛を切ったりとか してたから嫉妬の対象に、そうなんですよ、で、うん、そのなんかまあ3日目か2日目かぐらいに、うん、その付き合ってた人がそのまあうちに来てくれたんですよ、うん、看病にというか、うん、食べ物とか持って、うん、でそしたらその私がってなって大丈夫大丈夫ってやってるところに居合わせちゃって、うん、で私ってもう携帯とかも見れないし返事とかもできない状態だったから、うん、返事とかも代わりに全部その子がしてくれたんですよ、うん、私があのイエスかノーだけ答えて、うん、だからそのこう来た瞬間にもう修羅場というか、向こうはもう、うん、誰みたいな感じになるし、うん、あもういいいいみたいな感じで、うん、その買ってきたものをボンって置いていなくなるんですけど、うん、もう私はもうその時点でやばいやばいやばいって思ってるんですよ、うん、もうこの人の機嫌を損ねたら生きていけないって思ってるから、うん、もう損ねた瞬間その稽古場とかそのなんていうの、うん、仕事面でも地獄だから、うん、やばいどうしようどうしようどうしようってパニックになっちゃって、うん、あのその友達をせっかく来てくれた友達を追い返して、うん、ごめんもう大丈夫大丈夫だからっつって、うん、でその人にブワーって連絡してごめんなさい本当にごめんなさいあれは友達なんですみたいな、うん、ブワーって連絡したんだけど向こうはもちろん聞いてくれなくて、うん、でもう電話ガンガンしまくって、うん、で留守番電話とかにもう本当にすいません本当にすいませんっていうふうに言ったのとかを電話して、うん、まあそのぐらいに自分の異常さにやっと気づいたんですけど、うん、なんか電話し終わった後に待って私やばくないみたいな、うん、なんか薬中みたいになってなってちゃんと我に返ったんですけど、うん、でなんかまあ来てくれて、うん、でなんかまあ謝るわけですよ、うん、でもなんかもういいみたいな感じで全然話聞いてくれない上になんかまあいろいろ言われたんですけど、もう鬱プラスあしかもそれインフルエンザにもかかってたんだ、後から分かったしんどいなしんどいですよね、でインフルエンザにもかかってる状態でいろいろ罵倒され、うん、で私がもうキーンって耳が遠くなり始めて、うん、でお前はなんとかなんとかなんとかって言われて、うん、このベッドの上からバタッ倒れたんですよ、うん、で過呼吸とかになっても話やめてくれない人で、うん、まあ、まあ典型的な精神的 DV なんですけど、過呼吸も甘いぐらいの感じだ、もう甘いぐらいですよ、むしろなんか自分を試すためにやってんじゃないのぐらいの疑いがあったから、うん、倒れて初めて無呼吸になったんですよ、うわ
知ってます、無呼吸って知ってます皆さん。止まるんだ呼吸。呼吸できなくなります。体がストップするんですよ、呼吸すること。もう死になあんたみたいな、もう死になストレスの限界で、そう、精神の限界を感じましたね。でその時に、あ、人ってなんかこうリスカとかいろいろあるじゃないですか、死ぬ方法が。あ、物質的に傷をつけなくても自分の意思で死ねちゃうんだって気づいたんですよ、本当に。それぐらい息ができなくなっちゃって、もうあみたいな、倒れて動けないし、で救急車呼んでほしいじゃないですか。だからもうだって、でちょっと息吸えるんだけど、みたいになって、でまあちょっと救急車を呼んでくれみたいな感じになったんですけど、もうその精神的ディープの彼女はもうやばい、もう常人じゃない、常人じゃない、普通の人じゃないんで、これもいつものことぐらいの感じで、そうそうそう、もう倒れた私を見て一蹴りして、まず私をポンって、でもうなんか、あ、いい、そんな感じねみたいな感じで、まず出てったんですよ、部屋で。うわやばい死ぬって思って、うわーって感じで止まるようなの繰り返してたら、まあ、ちょっとやばいなって思ったのが、また戻ってきて、でまたなんかちょっと見て、大丈夫かみたいになって、でまあこうちょっといろいろ呼吸のやつとかやってくれたんですけど治んなくて、で、あ、これでやっと救急車呼んでもらえるって思ったら、その彼女がその私をこう見下ろしながら、なるほどねみたいな、もうあのこんな風になっちゃったのも、リサがこんな風に不幸になっちゃったのも全部私のせいだねみたいな、私がいなくなればいいんだね、本当にごめんね、今までありがとうみたいな感じで、4階の角部屋に住んでたんですけど、その時4階の窓をガラガラガラって飛び降りようとしちゃったんですよ。やばくないですか、動けない時にやめてくれよっていうね。やばくないですか、本当に。本当ですよ、マジ。私それで死んじゃったらどうすんだって感じじゃないですか。それが一生ものトラウマですよね、それね。本当ですよ、自分が動けない目の前です。うわマジで脅迫。そう、それでその時に、でも私がすごかったのは火事場のバカ力みたいな感じで、その時だけなんか頭がもうくるくるくるって回って、その人の裾を掴んでボーンってあのベッドにこう引きずり下ろして、そのあんた何やってんのって泣いたんですよ。そう、それであのこいつが本当にやばいぞと、こいつはあの私があのやなんていうの、こういう発作が起きたりとか精神が不安定になると、この人は自殺しちゃうんだ、死んじゃうんだと思って、もう完全にその感情を見せることをもうやめようと思ったんですよ、その時点で。がもうやばい状態にさらに蓋をするような状態ですよね、っていう感じになって。でもまあなんかあのそれが結構なトラウマで、もうなんか何かあるたびにはこの人が死んじゃうかもって思うし、でも自分も自分で鬱が治ってないしで、あのその後もなんかこう感情を押し殺そう、押し殺してなんとか稽古場に行こうと思うんだけど、感情を押し殺すと絶対に歪み出ますからね。歪み出るし、今までそれもうやり続けてたからね、でまあ治らないし行けなくて、もうどうしようみたいな、またこれで死んじゃうかもとか、うわーとかって思ってたら、もう運よくって言葉良くないですけど、私にとっては運よくインフルエンザだってことにその時あの気づいたんですよ、病院に行ったおかげで。で、よかったこれでとりあえず休めると、1週間休めると、もうその時はもう劇団員の信頼とかもなかったわけですから、心不全でとか、その精神的なものでって言っても、もちろん信じてくれるかもしれないけど、もうそういう空気じゃないというか、そもそも休んだり遅刻したりとかしてるから、よかったみたいな、物理的な病気でやっと休めるみたいな感じで1週間休んだんですけど、でもなんかその途中とかもインフルエンザ中なんですけど、そのどうしてもレコーディング今日しないと、その本番までに間に合わないからって言って車で、あの普通に39度の熱がある状態でレコーディングしたりとか。もうね、インフルエンザの人をね働かせないのが当たり前の時代になってるんですけどね。いやマジだから、漆黒のブラック、ね、漆黒のブラックってやつです、これが。本物のブラックっていうことですね、これが、っていう感じで、全然まあ休めないし治らないしっていう状態で、で1週間経っちゃってどうしようって思ったら、またその彼女みたいな人が来て、まあその劇団と関わってるから、もちろんその運営みたいなものとかももちろん把握してるし、私の役どころがもうほぼダブル主演みたいな感じだったから、私がいないとやばいんですよ。でしかも本番1週間前だったんです、それが。だからあの来て、どうする大丈夫みたいなこと言われたんですけど、もうなんかまあちょっと難しいかもみたいな感じでもじもじしてたら、そのなんかどうするんだよみたいな、お前が来なかったら劇団が潰れるみたいな、あの別にそれでいいのかよみたいな、私を苦しめたいのかみたいな、そのプレッシャーが、劇団を潰したいのかみたいな感じになっちゃって、でそれで、あ、そっか、足が行かなかったら潰れるって思って、でもうあのなんつうの、なんだ、ピエロのように、あの心を無にして1週間稽古に行ったんですよ。それでインフルエンザも治りたてぐらいの、もう病み上がりの状態で、でその時にやった私の対策がもう役にのめり込むっていう、私じゃないんだ、その時もらった薬病神っていう役にのめり込むことでなんとか生きながらえたみたいな感じで、
公演を終えたんですけど、うん、公演中とかもだから本当やばくて、うん、共演者とかに本当にリーチュー怖くて話しかけられなかったみたいな、うん、制作の人とか完全に入っちゃってるから、もう決まっちゃってるからずっとてか決まってないと無理だからそうそうそう、うん、っていうことが起きて、うん、で、まあ、その後ようやく自分の障害と、うん、まあ、特徴と、うん、そのセクシャリティと、うん、あとまあ鬱っていうものと、うん、向き合って一気、ね、向き合うもの多すぎるもんね、一気にね、多すぎる、もうちょっとずつ小出しにして神様みたいな感じなんだよでもその時にようやく、うん、あ、生うどんの時のあれとかも、うん、私が ADHD だからだったんだとか、うん、なんかいろいろこう伏線回収じゃないけど、うん、していって幼少期のこととかもね、うん、でそっから自分と向き合うってことを初めてちゃんとやったんですよ、うん、そう、なんで自分がこんな風になっちゃったんだろうとか、うん、鬱になっちゃったんだろうとか、うん、自分を受け入れる、自己需要、うん、自己肯定みたいな、うん、自己容認みたいな、なんかそういうこととかを一気に勉強して、うん、で、まあ、ちょっとずつちょっとずつ良くなっていって、その友達の協力とかもあって、うん、そんで1月ぐらいになんかあのシューティングペインっていう、そのなんか他の人を、うん、他の脚本家の演出家の方を呼んで、うん、まあ、実験的な講演をするみたいな企画があったんですけど、はい、その時に、あ、そうだ、なんでプッチンってなったんだっけな、そうそうそう、その時に、まあ、でも ちょうどその自分の心も理解してきた頃だったし、うん、その劇団員とはもちろん仲良くするけど、うん、心を分離させるみたいなあの練習をずっとしてたんですよ。その彼女たちの言い分も分かるし、うん、彼女たちの愛し方とか、うん、その大切な仕方もあるけど、うん、私はこういう大切な仕方をすると、うん、私は私って言って、あの一緒にいてもその自分をちゃんと守るバリアを張るっていう練習をしてたから、なんとかちょっとずつ回復はしてきてたんですけど、うん、その1月のそのシューティングペインの時に何があったんだっけな、あ、そうだ、なんか私がこう突発的にツイートとかをして炎上とかもしちゃって、うん、それをすると劇団の名前に、うん、看板に泥を塗るから、うん、その大丈夫かなって思ったツイートに関しては全部劇団員に聞くっていう約束ができてたんですよ、うん、で聞かないで私がなんかちょっとツイートしちゃったんですよね。あったね、劇団絡みの炎上ね、なんかね、あった、あれ壁登ったやつだっけな、いや、なんだっけな、なんか、うん、いろいろあるんですけど、ちょっと忘れちゃったんですけど、いろいろあってなんかなんですよ、突発的に書いちゃうんですよ、うん、はいはいはい、で、それでまたなんかちょっとそんなに炎上はしなかったけど、うん、でもちょっとまああの劇団を好きな人たちが、うん、まああの劇団員に、うん、また東さんがこんなことしてるけど大丈夫ですか、うん、って送ったのを見て、あの5人のそのグループラインに、うん、なんか東みたいな、今度から、うん、あのそういうツイートとかを全部相談するって言ったよね、うん、みたいな、でも今回相談しなかったってことは東の中であの大丈夫って思ったからだよね、うん、みたいな、それを説明してくれるみたいなのが、うん、まあ来たんですけど、うん、まあ一見それはなんか流れとしては普通じゃないですか、うん、でもなんかその時に、まあ、いろんなことを劇団にとかその彼女に制御されてたものもあったし、うん、それを送ってきた人がその唯一私が劇団の中で一番信頼してるメンバーだったんですよ、うん、でそのメンバーだけにはその彼女のこととかも喋ってたし、うん、すごい信頼してる人だったのに、グループラインにそれを送ってきた文章が、うん、なんか彼女の言葉じゃなかったんですよ、うん、私はこう思いますと、うん、劇団のみんなのことは分かんないけど説明してほしいなみたいなのが明らかに劇団のみんなで相談して作った固められた文章みたいな、分かるんですよ、そのプライベートでやり取りしてたから本人の言葉じゃないってことは、うん、でしかもそれをわざわざグループに送られたってことに、うん、あのすごいショック受けちゃって、でしかもその後にそのうてさんからなんかもうゆっくりでいいからねみたいな、うん、その文章が初見だったらなんかあの何々ちゃんありがとう、私もそう思う、うん、ね、ゆっくりでいいからねとかじゃなくて、うん、もうあたかもそれを分かってる前提での LINE が来た瞬間に、うん、あ、これもうダメだって思って、うん、でその時にあのしそのこれが本当か分かんないけど、うん、その劇団員の中で私以外のなんかこうグループがあって、うん、まあ、それは私のためを思って、うん、その東をどうやったらこう、うん、社会に適合させるために、うん、あのするかみたいな、まあ、相談グループラインみたいなのが あったみたいで、それがあったってことを知って、うん、私は劇団員に信頼してもらうためにすっごいいろいろ頑張ってたけど、うん、あの全く私がこの人たちのことを信頼できてないんだってことに気づいたんですよ。その4人のグループラインのこととかも本当か分かんないですけど、はいはい、もう疑っちゃってる時点で信頼できてないじゃないですか、うん、で、あ、もう、あ、なるほど、そう、あ、もうダメだって思って、そこでまたこう再発、今まで蓋をしてたのが、うん、もう何重にも蓋をしてたのがボボ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 ボって溜めに溜まってたものがね、ボーって剥がれて、うん、
で本当の意味でのこうもう 無みたいな、うん、あもう本当に精神が死んでるみたいな状態になった時に、うん、これまだ誰にも言ってないんですけど、うん、ホリエモンの本に出会ったんです私出会っちゃったんです。そこでホリエモンの本に何多動力違うあのバカと付き合わない付き合うのみたいな本、はいはいはい、本に出会っちゃって、うん、たまたまで、うん、それを読んだんですよ、うん、でそれを読んだ時にめちゃくちゃ背中を押されて、うん、ホリエモンに着火されたんですよ。命をで、うんなるほどみたいな、うん、あもう無理だやめようみたいな、バカと付き合うのやめようっつってあもうやめやめようっつって私もう無理だあのバカと付き合えないっつってもう劇団やめるってその時にやっと決意できて、ホリエモンの後押しで、ホリエモンの後押しでも私はホリエモン命の恩人なんですよ。ホリエモン、ね、もう大好き、それ見なかったらやばかった、超えもうあれ見なかったらもう本当にやばかった、うん、もう消滅、はいはいはい、砂になってたと思う私、うん、ホリエモンも多動の人だからねいやすごい、しかも読みやすいあの人の本、うん、文字目滑っちゃう私でも読めなかった、うん、でそれでその協力してくれる友達にも全部喋ったみたいな、うん、ねこれってあれじゃないみたいな、わ、うん、かるんだけどみたいな、もう私やめますって言って、うん、そのちょうどシューティングペインっていう公演の稽古の途中だったんですけど、うん、今ならまだ代役も聞くし、うん、やめれるってことで、うん、そのやめますって言って、うん、であの全員の LINE とかも全部ブワーってブロックして退出して、もう一切関わらないようにして、うん、でしかもその精神的 DV の彼女とも何回も別れてたんですけど、うん、やっぱ劇団と本当の意味で別れないと離れられなかったんですよ、はいはいはい、結局劇団絡みで呼び出されちゃったりとか、うん、責められたりとかってことがあったから、うん、だから本当の意味でもうおさらば全てとおさらばするには劇団を辞めるしかなかったみたいなとこもあって、でもうシャットダウンで親にも初めて言ったんです、その時カミングアウトもしたんですよ、うん、付き合ってた人が実は誰々さんで女の人でブワーって泣きながら、うん、あんなことがあってつって、うん、そのママがあんたそんなことあったの今までよくやったねつって、うん、ここはもう全部ママに任すなって言ってママがやり取りしてくれて、うん、まあその母親っていう立場強いじゃないですか、うん、ね、あの話し合いにも行ってくれて、うん、であのそうそしたらその演出家のその外部から依頼した演出家の人が、うん、どうしてもこの役はリサちゃんがいいと、うん、メインの役どころだったんですけど、うん、どうしてもリサさんと喋れないかってことをずっと言われてて、うん、でその演出家の人に思い切ってその電話をしたんですよ、うん、その話してみたらって友達からのその勧めもあって、はいはい、であそっかこういうことをもう話さないと思ってたけど、うん、いい話してみても女性の方で、その方もなんかパニック障害とか、うん、いろいろ過去に精神的 DV みたいなの受けたこともあった方だったから、うん、もう喋ってみようと思って電話して、もう手とか震えながら、あのみたいな、実はあの、まあ、あの精神的 DV に当ててもう無理なんですみたいな、もう稽古に行ったら本当に自殺せざるを得ないぐらい追い詰められてたみたいな感じで携帯の故障みたいな感じで喋ったら、もうその言葉だけで全てを理解してくれて、演出家の人がで、その劇団の人たちとも信頼関係があったから、あ、分かった、それはもうやめた方がいいし出なくていいよ、私があの全部説得してあげるからって、うん、であのもうそのおかげで温厚にスムーズに揉めることなく辞めれたんですよ。もう向こうも納得してくれて、うん、それまではちょっとあのなんていうかおかしいだろうみたいな、うん、そんな突然辞めるなんて、うん、お金とかもみたいな感じでちょっとこう争うかなみたいな、うん、ちょっと、まあ、ギスギスはあったんですけど、でももう全てそっかっつって、分かったっつって、その向こうも引いてくれて、うん、私もすんなり辞めれて、辞めれたっつって、ホリエモンありがとうっつって感じでで、やめて、そっからやっと本当のこう就寝、うん、し、なんで、気づいやすって就寝旅行って言いますよね、昇進かな、昇進だ、昇進昇進タイムみたいな、うん、そう、感じで、あの沖縄の方に飛び立って、うん、そう、なんかこう、ゆっくり宮古島でこう、うん、ぼーっとしてるのがなんか、あのパワーストーンみたいなの買ってみたりとか、うん、あ、そうか。あの時期なんか石とかに凝ってたもんね。そう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 。石に絵描いたりとか。石売ってたから。庭で拾った石を2000円で売ってたから。からうん、全部売れた。そうか、そういうモードだったのね、あの時期ね。そういうモードだった。そうそうそう。で、それでこうぼーっとしたりして、うん、で、まあ、ちょっとずつちょっとずつ心を取り戻し、うん、半年間休んだ、うん。初めて表現を休んだんですよ。うん、それまで表現だけは休まなかったんですよ、うん、私何があってもってか、それで消化してた部分があったから、うん、あ休んじゃったと思って全部やめて休みますって書いて、うん、あの22歳になった瞬間カミングアウトブログ、あの、ね、21歳の爆裂カミングアウトって名前の、うん、アメブロ更新して、うん、あの今書いたみたいな、今言ったみたいな細かい理由はまでは言わなかったけど、うん、その全部の経緯をもう、うん、ちゃんと読むと 2,30 分かかるらしいですよ、うん、あれトイレットペーパー並みの長さのブログを更新して、うん、で休んだんですよね、うん、
そうそう、そしたらちょっと元気出てきて、うん、でその休んでる間はもう本当に何にもしなくていいと、うん、何にもしない自分でも価値があるみたいな感じで生きてたんですけど、その間にも曲だけは作ってたんですよ、うん、ずっと、うんうん、趣味で、はいはい、でその曲が結構20曲とか増えてきて、うん、なんか半年ぐらい経ってもうそろそろ立てるんじゃないか、うん、ステージにってなった時に曲はあるけど演奏どういう表現をしていいのか分かんない、ね、分かんないじゃないですか、うん、曲だけがあるみたいな、うん、どうしようみたいな、ライブしたいけど、うん、別にねメンバーがいるわけじゃないし楽器もできないしなと思ったら、うんね、パッて見たらそのピアノの横にメトロノームがあったんですよ、うん、そこに繋がるわけですね、あれって思って、うん、私メトロノームなら弾けるって思って、弾けるじゃないかなこれ楽器かもって思って、うん、それであの東里さん完全復活ライブ30人限定 の、うん、その少ないところで弾き語りライブしますって、はい、打って、うん、30人こじんまりとしたカフェでライブして、うん、その時にあのギター一応持ってたんですけど、うん、飾ってたんですけど、うん、そのみんなに弾き語りしますって言って、うん、こうやって持ってこうでパサって言ってメトロノームですって言ってみんななんかあのどういう反応すればいいか分かんないみたいな感じで、うん、あとまあ私のブログとかも読んでくれたから、うん、みんなちょっと心配しますよ、構えてるというか、うん、大丈夫かなって心配してたりするから、うん、みんなああみたいな空気の中、うん、カチ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 って音と一緒に、うん、そのほうきをギターに見立てて、そうそう、あの 1時間半ぐらい2時間ぐらいライブしたんですよね、うん、でそっからが結構始まりで、うん、第2のスタートみたいな感じで、うん、でライブこれ結構いいぞみたいな、うん、メトロノームでライブしてる人まだいないし、うん、なんか史上初じゃねみたいな、メトロノームとほうきでアカペラでライブをやるっていうね、し、なんか今まではこう生音の時もそうだったし、うん、劇団の時もそうだったけど、たくさんたくさん準備を積み重ねて、うん、でその完成版みたいな、こういうケーキの完成版を出すみたいな、うん、材料を全部買ってからって方法だったけど、うん、その時は真逆で、もう今手元にある材料だけでやってる、うん、未完成のままっていう真逆のやり方だったからプラスね、いろんな信用できる人だの仲間だのがいてやってたのが、うんうんうん、完全に一人になって、完全に一人で、私一人とあのその助けてくれた友達一人くらい、あと兄弟が手伝ってくれてね回ってましたね、あのカンパの箱を入れて14歳と17歳の兄弟がカンパのやつでありがとうございますとか言ってイースト5メンバーがそこでね、そこでちょっとだけ活動するっていう、ね、うん、感じになって、うん、そう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 、あれどこまでしゃべったっけ今最初のワンマン行ったぐらいですね、あ、そうだそうだ、それそうだ、路上ライブとかやったら、路上ライブの時に戦慄家なのが偶然来てるんですねマジやばくない、戦慄家なのと縁あると思うんだけど、絶対いい話だったよね、あれね、いい話だろ、あれ、うん、戦慄家ね、事情も知らず泣いちゃってみたいなねそう、高円寺の南口ぐらいで、うん、ラララとか歌ってたら、うん、あの戦慄家なのが急に、うん、急に現れて、うん、東とか言って言うから、うん、えとか言って、カノモちゃんとか言ったら、うん、なんかこんなにたくさん集めてるアーティストどんなものなのか顔見てやろうと思ったら東だったとか言われて、うん、えーとか言って、久しぶりとか言って、うん、あ、さっきそこでね、ご飯屋さんでね、ニッシーとね、ラーメン食べてきたよって言われて、いやいやいや、やばいやばいだろって、野球丼だからよって言って、そこでなんかいろいろ喋って、うん、え、やばいみたいな、え、ちょっと歌ってよみたいな、聞きたいみたいな感じで携帯こうやって向けてきたから、うん、これをかますしかないの、うん、こいつみたいな、舐めてやがるな私のことって思ってで、その時に、うん、そのそれこそ生うどんとかでいろいろ経験した時に作った7分ぐらいの食材っていう曲があるんですけど、うん、はいはいはい、それを歌ったんですよ、うん、で、それその当時っていうか今でもだけど歌詞とか覚えてないから歌詞見ながら歌ったんですけど、はいはい、そしたらなんかそれで、うん、かなのちゃんがボロ泣きしちゃってなんかあとか言って終わった後すっごい泣いちゃって、うん、で、なんか抱きしめ合って頑張ってねみたいな感じで1000円もらっちゃったんですよ、投げ銭でもらってもらってみたいな、いい、受け取れないよそんなやめてよとか言ったら、いいからもらってもらってって言って、ちょ、じゃあもらうわっつって1000円もらって、でも泣きながらはっみたいな感じで消えてったんですよ、そしたらなんかいい話だったね、そう、その動画がなんかバズってちょっと、でなんかかなのちゃんもかなのちゃんでね、あの子もなんかこう自分の見たものとかをなんかこう偏見なく信じるみたいな部分も多分ある子だから、そのなんかこう反応とかもしてくれて、うん、それでちょっとこうアカペラスタイルみたいなちょっと有名になって、うん、でワンマンしたのね、大会場抑えてね、あんた、あんた来てたもんね、来ましたよいやすごくない、うん、フットワークすごくないっていうか、よく なんでそんなにさ分かるの、詮索能力というかさ、詮索能力でいいことなのか分かんないけどさ、うん、びっくりした、そう、何すんだろうと思って、お金もなかったし、音源買いに行きましたよちゃんと、そうそうそう、あ、もう結構いいとこまで話してます、長くなってごめん、うん、そう、それでまあ久しぶりにこうずっと30人ぐらいの規模のところでずっとやってたんだけど、
元気だんだん出てきたから、うん、やっぱり私は大きいとこでライブしたいって思って、うん、昔いっぱい大きいとこでライブしてて、うん、もうそんなんじゃなくていいと思ってたけど、うん、やっぱり私は大きいステージに立ちたいみたいってみんなに言って、うん、あの東でさ120万の借金をして、うん、あの800人規模の新宿レイニっていうワンマンライブで、うん、あの全曲アカペラの無料投げ銭ライブしますって言ったんですよ、うん、本当にお金なくてまあなんかまあね今の経緯聞いたらお金稼げるわけないもんね。そう稼げないです稼げないです。そんな働けないし動けないしそんな簡単に、うん、でまあでも今まで手に持ってな、うん、あるものだけでやるっていうのだったら、うんまあ、お金がなければ借金すればいいし、うん、やってみようってことで、うんまあ、お金のその概念みたいなのを手放すみたいなのもあって、うん、で課題もあったりとかしてでやってみたんですよ、うん、レイニーで。でまあその時もやっぱり調べたけどそのアカペラ集団みたいな人たちはいるけど、うん、その一人でアカペラで1時間やり続けるみたいな人いなかったっていうのもあって、うん、やってみたいよってやったんですよ当日、うん、そしたらその時私しかも尖ってて告知もしなかったんですよあんまり尖りすぎですよ。したくなかったんですよ告知を私実は告知するのすごい好きじゃないってことに気づいて、うん、もう告知もしないと、うん、もうやんないやりたくなったんでチラシ配ったらどうですかっていうファンの人からの、うん、心配したファンの人からの提案もあったんだけど、うん、いやそんなのしたくない、うん、やめるっつってその前日とか前々日ぐらいにインスタとかツイッターでちょっと告知したぐらいの、うん、興味あるやつが来ればいいよっていう声みたいで予約も不要だから、うん、その気になった人はフラッと来れるんですよ。無料ですからね無料だしで投げ銭だし、うん、っていう感じで、まあ、当日20人来ればいいぐらいかなみたいな。で私はでもその人数関係なく、うん、その来てくれた人たち、うん、私のためにライブをするから、うん、今まではなんかやっぱどこかみんなのためにって思った自分がいたのを、うん、私だけのためのライブだから、うん、もうそんなな気にしないぞもう自分軸ですよ、うん、自分軸みたいな感じでいざこうステージに出て、うん、パッてライター見てパッて見たら、うん、もうお客さんがブワーっていっぱい入ってたんですよ。椅子ありとはいえちゃんと埋まってたんですよ。椅子ありにしたんですだから、うん、その人そんな来ないしなアカペラで立ってるのきついだろうから、うん、音とかしちゃうし、はいはい、石とか、うん、椅子にしたんですけどだから300人弱入ったんですよね、うん、もう、満席スタンディングもいたし、うん、でびっくりして、うん、うわーって思って人めっちゃいるとか思って、うん、でしかもその時の私のスタイルは歌詞も覚えないし、うん、そのなんていうのあれと同じですよその、うん、あれそのセット取りとかも考えない、うん、その時の気分で歌う、うん、歌いたくなったら歌うみたいなスタイルだとか何にも決めずに出たんですけど、うん、もうなんかそれでもうなんかフェーズに入ったみたいな感じで歌い続けて、うん、でそのもちろんその回収もして、うん、で物販とかもして、うん、でその時前やっぱちょっと尖ってる名残もあったから、うん、100均で書いたダイソーって書いてある、うん、そのなんてタグがついたまんま の、うん、あの壺みたいなの幸せになれる壺っつって、ね、そうそう1万とか2万とか10万とかで売ってたんだけどもちろん売れるわけなく、うん、そういうジョークが通じるような会話じゃない人じゃ、うん、やばかったですよ客層が、うん、半分おじさん、うん、半分女子高生だったんですよ、うん、あれ異様じゃなかったですかびっくりしたんですよ、うん、みたいな女の子こんなにいるみたいな感じで、で投げ銭もしてもらってもちろん2時間ぐらい歌って、うん、でそれの利益がやばいこれオフレコかもしれないんですけど、うん、その結局その120万の借金したんですけど、うん、その利益が全部で70万だったんですよ。ダメだダメじゃないですか、うん、でもその後その、うん、私とかがバーって準備してる間に、うん、私のママが手伝いに来てたんですけど、うん、その投げ銭してもらったこの箱のお金あるじゃないですか、うん、それをそのまま全部抱えて、うん、その社長室みたいなところにドンって言ってごめんなさい今から数えますってポポポポって数えたんですよ、うん、でそしたらそれを見た社長さんが、うん、もうすごく感銘を受けたのか、うん、まあ、なんか実際明細書を開いたら、うん、その舞台美術とかも含めて120万だったから実際は100万ぐらいだったらしいんですよ、うん、舞台美術全然やってないもんね。そう結局花道やる予定だったのがなしになってたから、うん、100万ぐらいだったらしいんですけど、うん、その様子を見た、うん、ライブ会場の人が、うん、実はですね、うん、僕はこの会場を作ったのは、うん、表現とかをしたい人の居場所とか、うん、まさにこうそういう居場所を作るために、うん、作ったライブハウスなんですと、うん、表現を広げるために、うん、だから今日ライブ見させていただいたんですけど、うん、まさに僕が作った、うん、その理由にぴったり当てはまるような素敵なライブだったので、うん、このお値段で大丈夫ですって言われたんですよ。で、ってなって、うん、で、大丈夫ですみたいな、むしろ素敵なライブありがとうございますみたいな感じになって、うん、なんか、そのレイニーのスタッフとかもなんか投げ銭してくれたみたいで、なんかちょっといいヤンキーみたいな、うん、チャラついた金髪の人がいたんですけど、その人がなんか、うん、しましたみたいな感じで入れてくれたらしくて、うん、で、っつって、
でもなんかこれお風呂っ子だから本当言っちゃいけなかったんですけど言ってるよもうでもあのダメですよ私だけだから例外だからこれあのお願いだから広めないでください俺らも安くて使えるぞって話じゃないからね全然ない全然ないもう、ま、あの奇跡ですから奇跡これでねお風呂っ子って言われちゃったのに言っちゃったんですよあやばいこれをあだで返すことになるかもしれないけど、そんなことで、うん、あちら例に を売れたら押していくから、うん、それは本当信じてください、うん、あの、はい、レイニー素晴らしい大好き、うん、そうっていうのででも一応ツイッターには書かずそのことは、うん、あの全額返済できました、うん、みたいな感じ で、うん、で結構山場を越えて、うん、でその後にバンド組んだんですね、うん、あのねすでにもう1時間超えてんだよもう無理すごいわもう無理やばすぎあのね後半いつも質問コーナーですけど、うん、今回ねもうちょっといけるところまでいきましょうこのままでもねほんとねこんだけ大変な経験してんのにやっぱね話術がやっぱすごいわ天才的本当に私だってもうあれですよ私もう最近 も、うん、もう出てないもんですよ、うん、外に、はいはいはい、そういうのなんか久しぶりにね火曜ザナイトに出てあこういうのもちゃんと出るんだと思ったぐらいで火曜ザナイト嫌でした嫌だったんだいや本当は嫌だと思うけど、その破天荒な自分みたいなのを、うん、昔みたいな感じで昔みたいな感じでできない暴れてくださいっていうそうそう暴れてくださいとかあともう台本に兄ちゃんとは今も連絡取ってるんですかみたいな、うん、昔のことを掘り返すような、うん、ネタが書いてあって、はいはいはい、もうそんなに傷つけないように上手に返すしかないじゃないですかもちろんもちろんまたなんか昔みたいに笑いながら上手に返さなきゃいけないのかと思ったら、うん、憂鬱で憂鬱でしょうがなくて、うん、で楽屋にママと弟と、うんうん、友達呼んで、うん、そのだからもう大御所みたいな感じで、うん、私だけ3人ぐらい部屋に、うん、あの味方がいるみたいな状態で出たんですけど、うん、でもなんかその矢口さんがめちゃくちゃいい人で台本に書いてあることを読まなかったんです一切今の私を見てバンドにデリケートな部分をあえてちゃんと除外してくれたんだ除外です除外でもうだから段取り通りじゃなく、うん、今の私を見て、何バンドやってんの、うん、何みたいな感じで、うん、その昔のことを掘り返すじゃなくて、うん、今の新しい活動にスポットライトを当てて喋ってくれたんですよ、うん、多分だからね、何度かいろいろ見てそうそうそうここはデリケートだなっていうことをちゃんと理解してくれてたんだろうね理解してくれたのかも、うん矢口さんすごいですよ、うん、あの人すごい、うん、いやすごいですよ俺私ってすごいだろみたいな俺ってすごいだろみたいなオーラ出してて全然すごくない小物の人っているじゃないですかでもあの人はそのオーラを出さずにすごいことをしてるみたいな、うん、あ全然うんうんってやんだけどここでボーってすごいことしてる、うん、あの人は本物だから、うん、矢口さんは本当にリスペクトそういいっていうことがあっていい、うん、っていうぐらいだからそれぐらいしかメディアとかに出てないから、うん、そう今日全然やっぱ喋れるね本当にしかもだからねこの辺の話なんて要は話し慣れてないわけじゃないそんな話し慣れてないよこなれてないはずなのに恥ずかしいもんちゃんと面白いエピソードとして壮絶な話なのに、うん、なってるからやっぱりいや見事な能力ですよ、うん、本当ですか、うん、いやすごいやっぱり腕あるやだ恥ずかしいケーキ食べていいよゴムさんダメだやっぱ集中したいからね終わってから食べよう、ね、そうですはいはいはいでそう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 バンドを組んだんですかバンド組みましたよ、うんで2月24日だっけ、うん、今年の2月24日に、うん、もうコロナの手前みたいな直前ですね直前3月ぐらいからやばい感じになって、ね、そうそうそうで、うん、このエピソードもオフレコでやばいんですけど何ずっと月見る君あ、はいはい、会社言わないといけないやでも月見る君を思うところではいはい、はい、会場を押さえてやったんですよ、うんうん、で素敵なところじゃないですか途中からなんかやる前からちょっと危うい感じがありましたよねブログとか見ててもねそうそうそうチケット売るのやめましたみたいなとかあそうそうセットリストあ違う説明の仕方が難しくてはいはいバンドをやりましたっていうのも説明ほぼなしだったし、うん、そのなんだっけな、ユートピア、なんだっけロジカルスペースユートピアバンド始めましたぐらいしか書かなくて、ね、毎回ね意味が分かんないですよあの生うどん以降の活動は何この人何をするのかが全く見えないわけですよそのイースト5の時もそうだったし東マインの時もそうでしたけどなんかねもうねそうこの人何をするんだろうが分からない中また何かよく分かんないことをやるんだな誰もねなんかまた何かよく分かんないことしてるって感じで、うん、その写真とそれだけ上げてっていう説明の仕方だったんですけど、うん、そのチケット代でそのプレミアム席とか、うん、一般席とかチケット取ってて普通に半マジなんですよ、うん、でもなんかそれがつまんなくなってきちゃって、うん、そのプレミアムのチケットのそのいろいろあるじゃないですか、うん、特典が、はいはい、そのなんていうのチェキつくとか握手できるとか、うん、その後にこうお茶会できるとか、うん、そういうのいろいろ書いてたらちょっと憂鬱になってきちゃって、うん、そのオタクとかファンは好きなんですけど、うん、これをわざわざやんなきゃいけないのしんどいなみたいな、うん、ちょっとめんどくさくないってなって、うん、私が突然、うん、ほんと1週間前ぐらいに、うん、本番1週間前ぐらいにメンバーに、うん、ごめんっつって今までのチケットのやつ全部払い戻しにしていいって言ったんですよ意味わかんないと思うよもうちょっとワクワクしないわみたいなこのなんか、うん、お金たくさんくれれば、はいはい、うちらがそれだけのやつやるって、うん、ちょっと違うと思うみたいな、うん
初めてのライブだからこそ、うん、その来た人が好きな金額で払うみたいなやつで、うん、やりたい、試したいみたいになって、予定調和嫌いなんですね日がかかりやすいですよね、ちょっと、うん、ってなったら、まあでもちゃんと喋ったら、うん、分かったっつって、今の相方がノギーノギーっていう相方がいるんですけど、うん、ちょっと中性的な感じの背の高いやつ、うん、はいはい、よこの人もちょっと本当よく分かんないんですけど、うん、その人がいて、その人が分かったっつって、うん、それなら面白いと、うん、僕もそれなら面白いからやるよって言ってくれて、で全部払い戻しにして、うん、そのライブを見て、なんかあなたの満月、うん、どれぐらいですかみたいな、満月のパーセンテージでお金を、払えるみたいなシステムに投げ銭にしたんですよ、うん、でライブやって、うん、40人ぐらい来て、うん、そうそう、でもさすがに得体知れないし、しかも私アイドルじゃないしみたいな、突然払い戻されるし、そう、払い戻されるし意味わかんねえし意味わかんねえしみたいな感じで、もちろんそうですよね、うん、そんな中来てくれた勇者の40人みたいな人たちが来てくれて、うん、でお金もこう入れてくれたんですよ、うん、で、でそれの利益が22万ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこうだから1000円ぐらいの人もいれば1万円ぐらいの人もいれば、うん、まちまちだったし、うん、その物販商品の CD とかも好きなお値段にしてくださいっていう、もう全部手放しな感じだったから、あの商品とかもあんまりちゃんと売れてなくて、うん、まあでも利益は、でも利益のことなんて考えてたらそんなこと思いつかないから、うん、まあこんなもんだろうっつって、うん、で会場費が15万だと思ってたんですよ、うん、で、あのよしよしって言って、よかった赤字になんなかったね、よかったっつって、で、うん、とりあえずその、あの15万持って下の方で精算行こうっつって、ノギーと一緒にこうタッ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 って言って、うん、すいません、あのこれ会場代の15万の精算できますかとかって言ったら、受付の人が、うん、え、あれ、すいません、ちょっと待ってくださいね、あれ、うん、高橋から35万ってお聞きしてるんですけどって言われて、で、えってなってえ、いや、あの、すいません、あれ、いや、うちらの15万っていう話だったんですけど、うん、みたいになって、あ、うん、すいません、ちょっと高橋います、大阪に出張中なんで、ちょっと聞いてみますね、みたいな感じで連絡したら、うん、あのうちらが、まさかの、うん、その値段表見間違えてたんですよ、ザ・ ADH であるのかもしれないんですけど、うん、あの昼と夜値段違うんですけど、うん、平日と休日、はい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 、でちょっとそのなんていうの、月見るもおしゃれな感じだから、うん、おしゃれな感じで書いてたんですよ、うん、ナイトみたいな英語で、うん、はいはい、だからちょっと分かりづらい感じだったんですけど、まあ、よく見れば分かるから、うん、あの人たちは何も悪くない、うん、感じで、その35万と15万を勘違いしたみたいで、はいはい、で うちらもさーってなって、うん、すいませんみたいな、勘違いしててみたいな、うん、今手元に22万しかないんですって言って、さ、高橋さんとしてめちゃくちゃいい人で、うん、なるほどみたいな、うん、まあ正直その後分割払いみたいな感じで、うん、あのお金をいただくっていうのもあると思うんですけど、うん、それじゃあ制裁性がないので、うん、あのちょっと何かその代わりにと言いますか、うん、あの次のライブを立てて、うん、そのライブで面白いことしてくれませんかって言ってくれたんですよ。粋だね、それも。粋じゃないですか。いや、めっちゃかっこいいですよ。月見るもすごくいいとか、新宿レイニーと月見るはみんなあの会場を押した方がいい、あそこに出る人は多分みんな素敵って言ってくれて、うん、で、あ、多分私の昔の活動とかも全部見てくれたんでしょうね、うん、で、それでなんかきっとこの人は、まあ、お仕事するやつだろうっていう、そう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 、なんかその信頼はあったんだろうね。あったんでしょうね、うん、それ言ってくれて、うん、はいっつって、もう面白いことしますみたいな、うん、でそこでその赤字の分も回収してみたいな話になって、うん、もうレイニーの人といい、もう恵まれてるんですよ、運に、うん、あ、よかったっつって、ノギーと一緒に絶対面白いことやろうって言って、うん、でライブするぞってなったらコロナになったんですよ。びっくり仰天、ほんと。だから私もお金とかほとんど月1でなんかライブをして、それでお金をもらってなんとか生活するっていう生活だったから、うん、お金もちろん私も急にニート、フリーニート、うん、ニートになったから、それであの欲しいものリストも書いたら、なんか嫌にこと言う人もいたけど、うん、そう、お宅にあの私を生活させてもらうっていう。通販ぐらいでしか稼げないもんね。通販ぐらいしか稼げないんですよ。通販で CD 買いましたよ。見たよ、本当にびっくりしたよ。バンド内でざわついたもん。待って、これ本物の吉田号じゃないってなって、で私が、待って、この住所は吉田号だよ、どうするどうするとか言って、いや、これは普通に、うん、普通に送ろうって言って、はいはいはい、普通に送ろうそうそうそう、うん、で配信ライブっていう形で、うん、いつ8月19日、ほんと、ほんとついこの間、うん、ほんと2週間前ぐらいに配信に特化したライブをしたんですよ、はいはい、なんかちょうどその頃その高橋さんとかも、うん、まあ、普通に配信ライブするみたいなのがノーマルになってきたじゃないですか、うん、で普通に配信ライブするのも素敵だけど、うん、正直ちょっと新しいものが見たいなと思ってるってこと言われたから、うん、任せてくださいっつって、うちらの中で一生懸命考えて、うん、その
今回すごいのはその私もクリエイティブ能力あるんですけど、うん、相方のノギーもめちゃくちゃクリエイティブ能力があるんですよ、うん、だから私が0から1を考える能力があったら、うん、ノギーは1から100をあの考えてくれる能力があるみたいなのがバチッて一致してるから2人でブワーってアイデアが出てきて、うん、そのもう全編 MV みたいな、うん、そのなんていうの配信ライブだからこそできることというか配信ライブじゃないとできない配信をしないとやっぱり意味ないんじゃないかっつって、うん、その全部 PV になってるみたいなあのライブしたんですよ、うん、っていうのがこの間で投げ先生とかにしてでなんかそれが結構あの、うん、周りの中でも評判が良くてなんかこうバンドとしての東里さんみたいなのっていうのは、うん、まだちょっとこうなんていうか何やってるかよくわかんないし、うん、その出てきたノギとかそのオーディションで受かった組のホールドミーホールドミーと、うん、あのレイヨーレイヨーっていう人もいたりとかその楽器やってるマルチ楽器演奏者のジュンヤジュンヤっていう人とかいるんですけどみんなマジ意味わかんないじゃないですか、まだバンド名すら言ってないからバンド名あそうバンド名は皆さんあのご想像にお任せしますなんでだよっていう感じでそうわけわかんない言葉だらけだからさすがに足を踏み入れる人も少なかったし、うん、あんまり興味持ってもらえなかったし、うん、ツイートしてもそんな20いいねとかだったんですけど、うん、その配信ライブで結構、うん、あのバンドに興味持ってくれる人がガッて増えて、うん、でしかもすごいことに有料ライブの予定だったのに、うん、回線の故障で無料ライブになっちゃったんですよ、チケット、うん、だからチケット買った人にはお詫びに無料で動画上げたんですけど、うん、まあなんか不幸中の幸いというか、うん、で無料でいっぱいたくさん見た人がいて、うん、でなんかちょっとこうその PV とかもやってることが結構トリック的な、うん、私の顔面アップから街から始まったと思ったら全員が登場してって思ったらテレビに指が入ってってと思ったら指のコスプレをしたみんなが出てきてと思ったらハンケチーフ王子様っていう朗読が始まりみたいな相変わらずわけわかんないそれこそ生うどん時代に培った構成能力みたいなそう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 発展系みたいなものが発展系ですねでそれのさらにだから他のメンバーとかのアイデアもよりすぐったもうバンド独特の空気みたいなのがやっと形になったんですよだからそれこそ初期のライブとかでは借金してるわけですから、うん、でしかもそれ あれなんですよそのいろいろ衣装費とかもかけて50万ぐらい借金しちゃってて、うん、そうそうまあでもそれは通販とかでいろいろ私がお金にやっぱりすごい無頓着というか、うん、お金に関してすごいもう別にいいんじゃないみたいなルーズな感じ、うん、それでまあ昔揉めちゃったからよくないんだけど、うん、ルーズなとこがあって、うん、でもノギーはしっかりしてるから、うん、いやこれは絶対黒に出した方がいいからっつって、ね、発達障害の人ねお金苦手なんですよ皆さん聞きました、うん、そうなんですよそうなんですよごめんなさい本当にいや致命的に向いてないんですよねそういうのにちょっとねもう良くないってことは分かって請求書出したりとかそういう作業が全く向いてないんですよダメですよもう領収書とかもダメ、ね、本当に、ね、コレクションになっちゃうただの無理本当、ね、私あれ出さなきゃいけないんですよ、うん、申請フリーランスの人にお金降りるじゃないですか、はい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 、あれ出すやれってママに言われてるんですけど、うん、全然できないあれ無理やってほしいゴーパー人に任すしか無理なんですよね半分お金あげるからやってほしい誰でもいいからお願い無理そうそんな感じで、ね、でもノギーがちゃんとしっかりしてるから、うん、そこは全部黒にしてくれて、うん、っていう感じで配信ライブ して、うん、っていう感じでなんかやっとバンドとして輪郭が見えてきたっていうので、うん、あこのバンドならもう大丈夫だじゃないけど、うん、そのバンドも結構不思議でその私がやっぱこう家族系のでこう、うん、プライベートも仲いいみたいな関係とは全く違って、うん、なんか個々に独立してるというか、うん、メンバーが、うん、若いんですけど新メンバーが19歳と18歳とかなんですけど、うん、1人のレイヨーレイヨーっていう人は、うん、もう学校に行かずに何十年も引きこもりだったの、うん、引きこもりだったんだけど私のオーディションの時に突然何かひらめいたかのように来たみたいな、うん、なんかよくわかんないなんかボーダーの服着て、うん、なんかこうなんかドアをバッと開けたらそのドアに挟まってたんですよ、うん、レイヨーこうやってでえみたいになって、うん、どうしたのとか言ってたら張り紙でその声をかけるまでお待ちくださいって書いてあったから、うん、みんなコンコンとかってやったり勝手に開けたりしてたのを、うん、そのレイヨーは律儀に待ってたんですよ声かけられると思ってはいはい、はい、見えないのにだから、うん、いやこうやって書いちゃったからとか言ってたから、うん、じゃあまあどうぞどうぞみたいな感じで喋ったらなんか今日初めて家出ましたはははみたいな感じで喋り始めてでいやなんか家にずっといたんで、うん、外がこんな寒いと思わなくて寒くてびっくりしましたははみたいな感じだったから、うん、やべえやつ来たなと思ってでまあいろいろ喋ったらまあやっぱこう学校に行かなかったことによって自分で自分をいろいろ思考する力みたいなのものすごく強くて世界観もあったから、うん、あこの子化けるなって思って、まあ、採用ってなって、うんもう一人のホールドミーホールドミーとかメガネでお下げのなんか漫画に出てきそうな女の子なんか出てきそうな女の子なんだけど
その子とかもなんかよくわかんない、なんかショートケーキのポシェットみたいなのをつけてなんか来て、うん、なんだこの子って思って来たら、その私がブログとかにその能力は関係ありません、うん、楽器できなくてもいいし素人でもいいし、うん、もう人間性を重視しますと、うん、信頼できる人しか私は一緒にやりません、うん、今までの経験上ね、うん、っていうところをフューチャーしてたのをしっかり受け取ってくれて、うん、あの今回は東さんに信頼してもらうためにはどうしたらいいのかって思ったんですよ、うん、そのためにはやっぱり自分の全てをさらけ出さなきゃいけないと 思いましてつって、これぐらいのノートをパッて出してきて、ここに私の個人情報を書いたものが全てあります、うん、読んでくださいって言って、うん、えっつって徹夜して作りましたって言うから、うん、こうやって読んだの、住所、身長、体重とかもあったし、そういうやつ、うん、障害とか今までの生い立ち、嫌いなものみたいなのがすごい可愛い感じで全部書いてあって、うん、こいつやべえなと思って、うん、でもあのみんな大体弾き語りとか能力とかを出すのに、うん、この子だけそういう人間性で勝負してきたから、うん、へえとかって思って、あ、面白いこの子って思ってその2人を採用して、うん、したんですけど、そうその子たちとのなんかこうバランスとかもすごい良くて、もともと頼れない、人に頼ったり任せるのがすごい苦手、ね、その人との距離感がね、致命的に下手な人ですよね。致命的に下手な人なんですけどあのもうそのハードルを頑張って超えたんですよ、今回のバンドで、うん、いや、もうちょっとあのみんなに頼ろうって感じで、うん、あの私結構落ち込んでるところとか、うん、見せたくないんですよ、見せたくないというかこう弱音みたいなのとかもあんま吐けないし、うん、どっちかというとちょっと仮面をかぶって人と接することで距離感を貯めてるみたいなタイプだったんですけど、うん、いやちょっと今回そういうのやめてみようと思って、うん、そのメンバーの子たちも若い子たちだから、うん、その今までちょっとお姉ちゃんみたいな気持ちでちょっと構えてた部分があったけど、それを全部捨てて、うん、もう支援どいとか、私これやれないとか無理やりたくない雑よとかって言ってたら、うん、ホーミーとかが、あ、私何々できるんでやりますとかって言ってくれたりとか、うん、そのレイオとかもなんかこう途中で帰ったりするんですよ、なんか、うん、あの今無理だな人がたくさんいてって、あ、樋口さん帰りますとか言って、うん、途中で帰ったりとかして、うん、なんか自己ケアというか自己管理というか、うん、自分がここまでこれ以上超えたらやばいなっていう管理が若くにしてできるみたいなメンバーがすごい多いから、うん、無理しないで済むようになってきた、なったんですよね、うん、だからすごく楽 で、うん、でそれが今まで本当にできなかったからびっくりして、うん、まあ多分自分の努力のおかげもあるんですよ、自分とたくさん向き合って自分がこれ苦手とかって自覚したからちゃんと吐けるようになったっていうのもあるんですけど、なんかそういうのもあって、あのめちゃくちゃいい距離感で、うん、そのみんなで一緒に一つの作品を作るみたいなことができてて、うん、なんかちょっと感動したんですね、苦手なことをちゃんと理解できたのよかったですね、自分はこういうのが向いてないとか、それだな、うん、それがマジで分かんなかった、うん、できるって思ってたし、うん、これがストレス、これが無理っていうのをちゃんと自覚したのが本当大きかったかも、うん、あともうそういうのを直すんじゃなくて、そういう自分を受け入れて、うん、もう対策するしかないと思ったんですよ、そういうことですね、直せないから、うん、対策です、対策みたいな、うん、もう寝坊しちゃうんだったら、うん、もうあらかじめ寝坊してもいい世界にするとか、うん、違う、やばい、ゲップ出そう、はい、とかもう期待しないように私は遅刻しますと、うん、本当にで途中前突然そのドタキャンもしたりするかもしれないですとか、うん、みんなだからのんびりしてくださいっていう、うん、そういうルールにするとかっていう対策をたくさん打ったおかげもあって、うん、なんかこう人と共存するっていうのがもう一人でやってた時にちょっとこう苦手意識もあって、うん、もう人とやらないだろうと思ってた話は、うん、誰ともやらないだろうと思ってたし、はいはい、あの私はそのにっちゃんってやってた時からその誰かいないと、誰かと一緒にやらないと自分はできない人だっていう思い込みがあったんですよ、ずっと。なんだけどそれを手放して一人でもできるっていうフェーズにちゃんと来たから、もう私は大丈夫だろうって思った時に現れた突然の変な人たちみたいな感じだったりとかもして、で結構それが今ね、あ、なんかこう自分の中でね、なんか新しい自分じゃないけど新しい人との関わり方みたいな感じで、はあ、っていう Now です。あの音源も想像以上に良かったですよ、うん、ちゃんとしてた、うん、そう買ってくださいましたから、ちょっと全然プレゼントするのに、本当に、そうなんですよ、東さんらしい曲だなっていう感じ、あ、本当ですか、うん、そうなんですよ、うん、なんかそれこそそう今まではこうお母さんとかに手伝いに来てもらったりとかしてたのも、うん、もうバンドになってからはお母さんの手は一切借りずに、うん、なんか自立みたいな感じで、うん、みんなでやっていけてるから、うん、そんなにちゃんとあとそういう知識、お金のこととか、うん、政治のことかわかんないけど、うん、知識がある大人が2人もいるから、うん、ジュニアとのぎのぎっていう、そうそうっていうのもでかいかもしれない、うん、ほんとね、人に任せるところは任せるっていうのがね一番いいんですよ、
僕もだから結局その請求書とかそういうのが致命的に向いてないんで本当書けないんですよ。書けないせいでの取りっぱぐれが相当長くなってたの。完全にもバイトに任せるっていうシステムにして。そうよ、そっちのがいい。一通1000円でやってもらったんですよ僕。え、そうなの、うん、一通1000円って何。その請求書1件あたり1000円。なるほど。その人紹介してでも全然1000円ぐらい払うって話じゃないですか。全然払う、全然払う。だってできないだろ。僕も時給換算すれば得な仕事で。魔法なんだもん。そうだよね。そうでもそれすごくいい世界。はい、1000円終わりってことだもんね。優しい世界じゃん。あのお互いのためになるやり方じゃないですか。でも正直だから探してます、うん、そういうマネージャーみたいな人、うん、ぶっちゃけ、ね、そういうできることできる人今探してる、募集してる、うん、お願い、ね、そうっていう感じでございます。国への申請とかもしたいですもんね。100万もらいたいですもんね。あれ本当に優しくない現地人で本当に優しくない。もう本当に無理、うん、もう私だって病院とかも診断に行きたいんですけど、うん、ADH すぎて行けないですよ、うん、あるあるですよね。電話予約取るっていうのがまず難しいっていう、難しいじゃないですか、ね、うん、予約取れてやったと思ってもその日に行くのが難しいとか、うん、はいはい、時間制だし、うん、なんかもうちょっとこう来てくれるとかっていう制度が、うん、多少高くてもいいからないかなとか、うん、僕もだから結局美容院とかの予約も苦手すぎて予約なしで行けるところしか行ってないんですよ。あ、飛び込みでぶらり行けるところを結局そういうところ行きつけにして。いやそうだよね、そうだよね、うん、絶対そうなる、絶対そうなる、無理なんですよ。無理です、無理無理です。本当にそう、予約がしんどいから歯医者とか病院とかもね、うん、1,2 回は行ってもその後行けないんですよ、もう。あ、そうですよね、通院っていうのが無理。いや無理だ、私歯医者も今全然行けてないもん、うん、無理だ。歯医者行きなさいってめちゃくちゃ LINE ママから来るけど、行ったって言われるけど無理ですよね。そんな感じ、うん、わかります、すごくわかる。だい本当に、でもまあね、本当にいろんなとんでもない苦労しながらも人一倍苦労した結果なんとかたどり着けた場所があったってこと。いやわかんないけど ね、私のことだから本当にわかんないけど、ね、この先どうなるかわかんないけど、正直現状まだね、もう私はこれで行けますみたいなことは言えないけど、ただまあそこをついてね、なんとなく浮上してきて、そうなんです、っていうなんかやっとこう、うん、地面に足がこつく方法を知れてきた、ね、約90分かけてね、ようやくこの長かったね、この2年間の話を長かったよ。いやなんか最近こう母親とか、うん、その今一人暮らししてるんですけど、うん、とかと距離を置いて分かることはやっぱ母親は自覚してないけど、うん、母親も多分ちょっと ADHD っぽいです、ね、こういうのね本当にね、そうなんですよ。あの人自覚するんですよ、遺伝というか、なんというか、で その環境からね、そうおっちょこちょいなんですよ。だから多分揉めたりしたんですよ。でもしっかりしなきゃいけない立ち位置じゃないですか。マネージャーとかお金の管理とかって、はいはいはい、でもなんかあの多分一生懸命計算とかもするんですけど、うん、多分本人ポンって忘れちゃったりとか、うん、もう他のことなんかあの人なんか勝手にうちらのをプリントしたマグカップ売り始めた時とか私めちゃくちゃ怒ったんですけど。あの人もそういう人だから、うん、もうだから多分あのあれだね、本当に悪意なく、うん、もう普通だったらできることはできなかったりするから、うん、あの反感というか不信感、まあね、どこかで信頼関係を失ったりとかね。でも本人は自覚してないから、うん、ママやったちゃんとやったもんにってなってるっていう状態だったんです。いろんなところがね、発達障害だと思った瞬間に謎が解けることって結構あるんですよ、世の中って。全ての謎、そういうことかみたいな。そうだよ、本当にそうなんだって。まあ私のママもだから 、ね、私を産んでんだから、うん、ママこれ見てないといいな。それを理解した上でどう付き合っていくかみたいな話なんですよ。どう、うん、それはもう治るものではないから、その上でね、うまくやっていきましょうっていう、本当にそう世の中だと思います、うん、今ね。まあね、だいぶ理解がね、これも世間に理解が広がってきていいことだと思うんですけど、うん、うん、ね、ありましたよね、僕あのこの漫画読んだ方がいいですよとか、発達障害の漫画おすすめしたいですね。ADHD との暮らし方っていうなんか漫画帳になってて読みやすいみたいなやつをおすすめしてくれて、ちょうど僕が読んだとこだったから、そう、ね、それをね買ったの、うん、本当にそのコロナ中に、うん、期間中に買って読んでた、ね、まだ全部読み切ってないけど、でも読みやすいやね。そうですよ、うん、そうなんです。そう、いろんなことを理解した上でね、うん、やれることやっていけばいいんですよ、うんうん、それこそ、そうなんていうの、今のバンドとかも、うん、そのなんていうの、きっかけは結構独立したいというか、なんかこう、うん、新しい国を作ろうみたいなのがきっかけだったんですよ。それこそこういう、うん、まあ、容認されたりとか、うん、もう独自の通貨とか言葉があったりとか、うん、そこのルールがあったりとか、うん、まあ、宗教みたいな感じになっちゃうけど、うん、でもその国に行けば大丈夫みたいな、うん、故郷みたいなユートピアを作ろうみたいなのがきっかけだったりとかもしたから、
まあ、そのコンセプトにはあんまり縛られてないけど、でも結果的には今共存できてるってことは、うん、そう、なんか一つの国にみんな一緒に住もうとするじゃないですか。なんつうの、なんかスケールの大きな話になってるよね。そうそうそう、みんな住もうとするから喧嘩するけど、うん、そもそも自分が国じゃなきゃいけないんですよ、うん、自分という国を確立してから、うん、なんか同盟を組むんですよ、うん、でそれで離れたりついたりっていい距離感をしなきゃいけないのに、うん、国がそもそも作れてない人たちを同じところに集めるから喧嘩になるわけで、うん、いや今いい意味でだからみんなそれぞれの国を持ってる人たちだから、わかるわかる、そう、これがくっついたり離れたりしてるみたいな、うん、常識が違う人をね無理やり小さなスペースに入れたら揉めますよっていうね、揉めますよ。それぞれがね適切な距離を保ちながら手を組めるところは手を組んでみたいなね、そう、そんな感じです、うん、すごい、うん、大人になりましたね。照れる、やめてよ。いやね、本当にそうですよ。だから、うん、あのことがなかったらそれこそここまでにならなかったかもしれないから、うん、今はもう感謝感謝って感じなんですけど、うん、そう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 、はいはいはい、あー、なかった、疲れちゃった、うん、いい話でしたよ、いい話だった、うん、大丈夫これでもなんか、うん、誰ってなってない全然全然全然ね、これで90分間ね、うんうん、俺でも見て、あ、うん、あ、バカと付き合うなというふうに理解した時期もあったわけね。ああ、そう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 。うん、まあ極端にね、振り切った考え方になったこともあるけど、うんうん、一旦リセットしようになってたけども、そこから一段進んだわけですよね。うん、うん、うん、適切な距離を保ちながら、付き合えるときは付き合う。そう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 、常に常に一緒にいたら揉めますよ。うん、そう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 。そうです。いい話、いい話。共存の仕方を覚えたって感じです。ね、そう、ここからね残り30分で質問コーナー行きますかね。やばなんだろう、やだよ、変な質問しないでよ、みんな。東、ケーキ食べよう、ケーキ食べてとの言って、嘘、そうだよ、ありがとう、ゴーさん、ケーキ食べてください。食べますか。うん、食べよう、はい、すごく多分美味しいところのケーキな気がする、うん、新宿のいいところで買った一皮むけました、よかったよかった、水飲んでみんなありがとうビジュアルも変わったしね。ね、だいぶ変わりましたよね。だいぶ変わったよ。相当派手髪になり。そうだよ、ほら。うん、今は。はいはいはい。可愛い髪の毛になって。うん、いやでも、なんかすごいびっくりよ。前はさ、アイドルとかでさ、うん、そうちょっと元気なおじさんたちがさ、うん、ユーシューみたいな感じの距離感で来てたけど、うん、髪切ってセクシュアリーをカミングアウトして、うん、自分の性別みたいなものを自覚した瞬間に、うん、もう若い女のファンがクソ増えるっていう。うん、リサちゃんみたいな、同じ女性として憧れみたいなのもあるし、うん、なんかちょっとそういうドキドキみたいな、うん、私も可能性あるかなみたいな女子が女子ガチ恋が、女子ガチ恋か別に私全然女の子大丈夫です、うん、好きだから、うん、もうなんかイエーイみたいな感じで、うん、面白かった、客層が一気に変わっちゃって、うん、セクシュアリティは結局どういうような理解になったんですか。なんか一応型にはめ、世の中にある名前で言うと、うん、パンセクシャルっていうジャンルになるらしいんだけど、うん、そのパンセクシャルっていうのはあまりまだ知れ渡ってないから、ね、マジでみんなパンパンって感じなんだけど、うん、LGBT にまだ入ってないもんね。入ってないんですよ、うん、Q、うん、まあ、Q は入ってるけど P まだないから、うん、そう、バイセクシャルが分かるかな、みんな、はいはいはい、その男の人も女の人も性的趣向とか恋愛対象に入るっていうのがバイセクシャルなんですけど、うん、パンセクシャルは、人類愛者って言われてて、うん、さらに広いというか、さらにもうちょっと広いっていうか、その男でも女でもない無性の人とか、うん、その中身は女だけど外身は男とかっていう、うん、あのトランスジェンダーとかその逆とか、うん、なんかちょっとそういう感じの性別にとらわれない人、うん、性別がごっちゃごちゃ一緒の人とかっていうのも全部あの恋愛対象に入るというか、ほぼ人類愛ぐらいのね、そう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 みたいなのがパンセクシャル、うん、性別に本当にとらわれないというのが、うん、だからといってあの誰でも彼でもいけるみたいな、うん、っていうことでは全くなくて、そういう雑な話ではなくて、そうそうそう、もうその人自身がタイプだったら好きになるみたいな話で、うん、むしろちょっとそっちの方が好きになる難しいんだけど、うん、そうそうそうっていうことに気づいたんだけど、うん、まあもう私としてはもうあの自分っていう性別だっていう、うん、あの風な価値観で捉えてる、うん、あのパンセクシャルだというよりかは、うん、そうそう、なんか最近あのそのセクシャリティ A から Z みたいな記事知ってます？ね、分かんない。セクシャリティの名前ってマジで？また何かのチェックリストでもやったの？違います。違います。すごいんですよ。セクシャリティってめっちゃあって100個ぐらいある。なんとかセクシャル、なんとかセクシャルみたいな、ロマンティックなんとかセクシャルみたいなのがあって、うん、でそれ全部読んだんですよ、うん、したらなんか私は一応これ細かく調べたことないんですけど、うん、ガイネセクシャルっていうのが入るらしくて、うん、そのガイネセクシャルっていうのはあの女性性のある人が、うん、そのなんか友人的なものでも、うん、その性的思考恋愛対象とかに、うん、女性
性にそういうものを感じるっていうのがガイネセクシャルっていうらし、うん、ものらしくて、うん、だから男性女性性別関係なくその女性、うん、人の女性性みたいなものにものすごく安心感を感じるみたいな、うん、セクシャリティに当てはまるのかもって思ってた時期もあった、うんうん、そうそうそう、そういうのもある、うん、難しいよね。最終的にはでも全方位な感じなんですかね。まあ、そうだね、うん、女性性とはって聞かれちゃうとマジ定義わかんないしね、うん、この話術は金になりそうな気がする。嘘なりますよ。もうこれやってないから顔ができないよ、うん、あれもうずっとやってた時は口がここまで来たのに、ね、相当なね顔ができてね、もう本当にできてたよ。でやりすぎた結果ちょっとした炎上まで起きてね、20時間テレビで。マジであれ本当に大変だった、びっくりした、ね、怖いことばっかり起きた。誤解をされてね。そうです、ちょっとどうぞ食べてください。これどうやって食べる。セクシャリティって極論人の数だけあるというか結局個性なんだよな。まあね、まあ、これも含めてね、本当にいろんなものの理解が広がってるのはね、今の世の中殺伐としてるけれども、そういう点はいいことだなと思うんですよね。他者への理解はだいぶ広がってた、うん、広まってますよね、うん、ね、うん、でもそれこそだから彼氏は彼女はって聞くんじゃなくて恋人はって聞くとか、うん、いろいろありますよね。それこそミス ID、 僕が審査やってる講談社のオーディション、うん、今年はついにだからあの性別欄とかも、ね、全部なくなってますね。性別とか体重とかあの、ね、3サイズとか今まで当たり前にやったものとかがどんどん撤廃されて、もう本当分かんないんですもん。正直この人はどっちかなと思いながら話を聞くみたいな。だいぶ広くなってる。確かに分かんない人、うん、そうそうそうが受け入れられる世の中になってるもんね、うん、え、でもいいじゃん、先進国っぽくなってきたじゃん。ですね。でも、うん、日本はちょっとそのあるもんね、いろんな難しい、うん、その市場外見市場主義みたいな部分もあるし、うん、ね、まあね、まだ差別はそれは残っているだろうけど、あやちょとはどうなんだろう、ね、え、まあやちょ、スマイレージの和田彩香さんがだいぶ、うん、あのスマイレージ事業を辞めてから、うん、どんどんいろんなことに目覚めて、うん、あのセクシャリティの問題から生理の問題から何から積極的に発言していて、あやちょ、うん、面白いことになってる。どれあやちょって。まだあやかさんだよね。予防調べてみるわ。あやちょ面白いですよ、うん、あ、ほんと。そうです。スマイレージの人の辞めた人、リーダーで辞めて、うんうん、今肩書きを本気で活動家にしようと考えていると言ってるぐらいの、ですね、出てきた、あやちょ出てきた、うん、はいはい、あ、でもこれ違う人のやつだ。あやまんジャパンが出てきた。全然違いますよ。あやちょいないんだけど。あやちょいない、あや違いですよ。ちょっと誰かあのリプしてください、あやちょ、うん、ね、あ、そうですか。そうそうそう、はあ、そんな感じでございます。うん、確かに生理の話もしてた。うん、ね、よかった。私そういえばあれですよ、なんすか、5月の完全復帰ライブの時に、うん、あの行き過ぎちゃって脳みそが、うん、タンポンを売りました。タンポンをデコレーションしてタンポンキーホルダーって言って、うん、その部屋中とかにもタンポン貼りまくってキラキラに、うん、でもリボンとかつけて可愛いんだよ見た目が。で物販でも売って買った人にはそのタンポンの白いプラスチックの部分があるんですけど、うん、短冊みたいにそこに書いてほしいこと書きますって言ったんですけど、うん、1本だけ売れた。買いづらいだろうね、確かにね、誰も買わないもん。しかもそれもあのちゃんと会場の人とかこだわりが強い人だったから、うん、言ったら絶対貼らせてくれないだろうと思って、うん、こっそり無断で貼ったんですよ。そこら中に、うん、あの確かにね、ろくでなし子先生に似てきたじゃんって言われてますよ。、うん、そうかも、まね、近づいてる近づいてる。まず、ね、うちの師匠。そうなのそうなの、気にしてきただけのことありますよ。そんなこと、しくもしくも近づいてきた。表現の方向性が、私もキャラクター作んなきゃ、そろそろ。やばい。質問全然来ないですよ。普通に髪かわいいとかそんなのばっかり。え、嬉しい、ありがとう、うん、嬉しい、ね、いいよ、聞きたいことでも何でも聞いて、ね、デリケートなことも聞いていいんですか。え、いいよ、何いいんですか。とっても私今開放的な気分。ケーキ食べよう、ケーキ、これどうやってケーキ食べるの、はい、こ取ってくれ、適当に取っちゃいます。ナイフ持ってきた方がいいなら持ってきますが、あ、適当に。あれなんじゃない、なんですか、あのコロナとかでさ、うん、なんかあの菜箸作る人いるじゃん、うん、どう思う、価値観どう、そこら辺、何それ。ほらなんかほら無理な人は無理って言うじゃん。あ、はいはいはい、私全然大丈夫、分ける時とかね、うん、はいはい、まあ、端っこ同士で食べよう。はい、今お腹痛くないの、今なんか大丈夫になっちゃった、はいはい、アドレナリンが出てる今、うん、アドレナリンが今一番のあれになってる、うん、よかった、私重いんですよ、生理痛めちゃくちゃ、はい、あやちは活動家ではなくてここで言ったんだけど、これ説明すると、うん、クイックジャパン最新号で肩書きを活動家にしようかと思ってるぐらいのことを書いてたと思うんですね。あ、そういうことね、はいはい、そういう思想があるってこと、その後があったんです、
前村千秋さんは認知していますか？なんとなく。なんとなくぐらい、ね。なんとなくぐらいかも。うん。つかもうアイドル界のことはそんなに気にしなくなってますね、多分ね。うん。なんかあんまり知らない。ビスぐらいじゃない。だいぶ前の話、それとも今のビス？いや今のビスわかんないかもあんまり。うん、あなんかだからあと豆柴みたいなさ。豆柴の大群とかそこら辺に止まってる、うん、あともちろんそのにっちゃんがやってるゾックとか、うん、それしか知らないかも今、うん、なんかでも一回、うん、これもう言っちゃいけないかもだけど一回あの解散したアイドルいたじゃないですか、うん、どこどれ YouTuber と付き合いまくって、うん、メンバーが YouTuber と付き合いまくって炎上して解散させられたアイドルみたいなのがいるんですけど、どれ、うん、誰だっけの、うん、メンバーのなんかリーダーと2人でユニットやらないかみたいな話してたんですよ、うん、一回でだからここ出てましたよしかも出てました誰で YouTuber なんかメンバーがみんな YouTuber がとなんか浮気じゃないあの付き合ったりしたのが全部バレてなんか謝罪しまくりの人どれのこと謝罪しまくってた人どうの2人組のユニットをやらないかみたいな話が、うん、夢アドじゃないよねどれなのあ夢アドかも夢アドかも夢アドのなんか人、うん、へえ。トップの人わかんないとなんか2人でユニットやらないかみたいな話出てたけど、うん、その時はまだちょっとあの複雑な気持ちもあったし、うん、あアイドルっていうジャンルに自分は入りたいのかみたいな疑問ももちろんあったから、うん、それはちょっとあのごめんなさいちょっと考えさせてくださいみたいな感じで断っちゃったんだけど、うん、でもあの解散ライブ行ったよ、うん、よかったすごい、うん、すごい夢アドの子素敵だった、うんデリケートな話題なんじゃって言われてますけど、うん、これダメだったかもダメだったかもこれも遅れ子とか分かんない人だからねこの人ねいやでも大丈夫だと思う面白いと思ったらとりあえず、ね、アクセル踏んでるタイプなんでちょっとねちょっとだけ、うん、でもこれでも丸くなったはず分かるようになってきたはいはいはい久保さんが黙った解散でそうですね旧メンバーが辞めた感じですねそう新メンバーが新体制になったみたいなそんな感じだったんですね人だったんだけど、はいそんな話とかもあったな本当に、うん、まあね多分もともとそんなにアイドルって枠にこだわりがある人でもないだろうしない、うん、生歌はたまたまそのアイドルって枠に入れた方が面白いのではっていう、うん、なんかこう戦い方の一つみたいなので入った感じだったから、うんまあ、相方はちゃんとアイドルやりたかったらしいんだけど、うん、っていう感じだったからね、うんうん、アイドルやろうって言われるとちょっと違うかもみたいな感じだった、うん、今肩書き何わかんないうん、メトロノーム演奏家兼バンド、うん、アーティストみたいな感じなのかなわかんないなんだろう吉田剛も大概ヤマトだよねってあのね僕が買ったわけじゃないですかねケーキねこれめっちゃ甘いねめっちゃ甘い、ね、これめっちゃ美味しいめっちゃこぼれてる、うん、ね、めっちゃ美味しいいただいてます、はい、質問拾いますよゾックの活動再開について一言だそうですわかんないよそんなのもう追ってないもん活動よかったんじゃない、うん、よかったんじゃどうなのそこの界隈今ね、まあ、大変そうだったけどねまあ大変そうだったよねまあ今も大変なのかもしれないですけど、うん、まあ前に進むという有名な YouTuber が絡んじゃったのがねそうなんですよ ねでもさ私思うけどさある意味さそれでさ知名度が広まったわけじゃん、うん、でこっからだよね、うん、こっからが力の見せ所だと思う、うん、私は正直、うん、私は全然ジョックのどっかのこと知らないから、うん、知らない人として無責任な発言を知ってるけど、うん、その結局はその私もいろんなピンチがめちゃくちゃあってです、ね、死んできたくさんいっぱい死んできた代わりに生き返り方をすごく覚えた人だから、うん、もうもしこれが今ジョックの一回死んだ出来事に一個入るのだとしたら、うん、こっからの生き返り方はチャンスだと思いますよ、うんね、ある意味大変な思いをしたかもしれないけど、うん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 転がしていくしかないですからねそうですよ、うん、ほんと、うん、ピンチがなくして売れた人いないですから、うん、だからそういう意味ではねもうほんと、うん、こっからなんじゃないのって気持ちうん大人なコメントだだから、うん、あんなに大人なんて信用できないって言ってたのに大人のコメントだって言われる立場になっちゃったあの曲もすごかったな、うん、あの曲可愛かったな、うん、いやいい歌でしたよ、うん中3なんですけどこの先頑張れる言葉欲しいですえこの先頑張れる言葉中3の女の子いいんじゃない頑張んなくて、うん、逆にで中3あでも受験とかっていろいろ考えてるってこと、うん、まあでもあれだなあの逆に頑張らずにもう何にもしない時間の時に生まれたものを大事にする、うん、っていう、うん、マジであのニートになるまっしぐらぐらいのアドバイスしかできないけど、うん
でも本当に頑張んなくていいと思いますけどね。まあね、頑張るのも重要ですけど、頑張りすぎて壊れるぐらいだったら。そうなんですよ。ちょっと頑張りすぎて壊れたぜだから。ですよね。頑張るっていう言葉に対してそんなにあんまりポジティブに受け取れないというか、うん。どうしても頑張ることがいいことと言われすぎてるけれども。いや、そうなんだよね。人はあんまり頑張りすぎると壊れるんですよ。いや、壊れるし、でも頑張ることを進めてる社会じゃないですか。特に中学校とか高校とかって強制的に夢を見つけさせるみたいな。うん、夢なんて突然降ってくるものだから、うん、そのでなくてもいいし、ないのが当たり前なのに、うん、もうあるのが前提みたいな、ね、なかなか見つかんないですよ、それは。もうそうだよ、だからいいんですよ、うん、中学生じゃまだ見つかってないはずですよ、本当に。そう、うん、頑張らなくてもやりたいって思えることが本当にやりたいことだから、うん、全然いいと思います、そのまんまで。東さんは中学生ぐらいの時っていうのはどういう目標だったんですか？歌歌って表に出るみたいなのはもうそのぐらいで、中学1年生ぐらいの時から、うん、あのなんか市民のなんか市民会館とかでやる、うん、あの歌唱大会みたいなのあるじゃないですか、うん、おばあちゃんとかが趣味で出るやつ、はいはい、あれに出まくってました、うん、それでなんかちょっと優秀なんか賞みたいなのもらって、うん、でもなんかこんなところで歌っても全然有名にならんしなみたいな、うん、どうしようみたいな。その時私アイコみたいになりたかったんですよ、チナチナアイコみたいになりたくて、あと岡本真由とかが好きだったから、そっちなんだ、そっちそっち、実はそっち恥ずかしい、そうだったんですけど、うん、そしたら私のママが、うん、こんなオーディションあるよって見つけてくれたのが、うん、MIC ズミコーズでーすっていう渋谷を地下アイドルだった拠点にしたミコの地下アイドルだったんですけど、そうそうそう、それがきっかけでアイドル、渋谷のクリーン活動とかしてましたよね。してた。でもあれつんくがプロデュース予定だったんですよ。そうなの。そう、マルハンとかもプロデューサーについて、プロデューサーのあの お金払ってくれる人なんていうんだっけ、うん、お金払ってくれる人ってなんて言うんだっけ、うん、スポンサーだ、うん、そう、やばい、生々しい言い方しちゃったについたりしてたんですけど、うん、勢いあったのにちょっとそれもまた解散とかになっちゃって、うん、でもそれがきっかけ、うん、中3から、はい、ホリエモンに会ったらなんて言いたいですか？クレーマン？ホリエモン。ホリエモンに会ったらなんて言いたいか、うん、いやそれは私がホリエモンと絶対対バンすると思うから、うん、その時まで楽しみにしててよ。対バンすんだ。それは絶対対バンする、対バンする、絶対に対談する。で3人どう、うん、ホリエモンとさ、うん、ゴーモンとリサモン、リサエモンでさ3人でさやろうよ。ちょっと僕はでも何気に関係はいいですからね。え、何度か取材したりとかイベントもやってますよ。そうなの、うん、どうどうどう、ホリエモンってどう、悪い人じゃないですよ全然、まあね、あ、特に悪い人として叩かれてた時期にあって、めちゃめちゃ叩かれてるみたいな、誤解は多いなと思ってね。でホリエモン好きっていうと二極化だもんね、うん、おーっていう人と、うん、なんか、っていう人と、世間に好かれよう理解されようっていう思いがまずなかった人だから。確かに確かに、うん、私も超詳しいわけじゃないんだけどね正直、うん、でもチェキ取りたい、チェキ、ホリエモンとの ツーショットチェキをあのストアーズで売るどう、それだったらいいかも。今でも許せない人とかいますか？いや私すごいですよ、もう私こういうこと喋るとどんどん大人になったねって感じになっちゃうんですけど、うん、ようやくいなくなりましたね、うん、およかった。もういやいやいや、でもバンド、まあね、本当につい最近っていうか今年の頭ぐらいまでは、うん、その私どうしても許せない人みたいなのが定期的にその3人ぐらいルーティンで回してたんですけど、うんうん、わかります、なんか定期的に思い出してフラッシュバックしちゃう、まあね、大変な思いしてきたからね、それは引きずるだろうけど、その PTSD みたいな感じでトラウマをフラッシュバックして過去形になっちゃうみたいな症状が私あったんですけど、うん、それで3人ルーティンしてたんですけど、うん、許せないってその人にめっちゃ関心があるってことじゃないですか、うん、し許してもらいたい、自分を認めてもらいたい、うん、知ってもらいたいっていう気持ちがあるからこんなにしんどいんだって思って、うん、だってその許すってその和解することだと思ったんですよ、うん、もう2人で握手して、うん、私たちこうだったんだって、うん、こうだったんだね、あ、そっかーっていう仲直りだと思ってたんですけど、うん、どうやら違うっぽくて、うん、その許すってことはその人が幸せであろうが不幸であろうが自分のことを憎んでいようが自分のことを嫌いであろうが、うん、あの恨んでいようが、それをそういう自由を許すっていうことが許すってことなんだと思って、そのだからどっちも塞がりだったから、幸せになったら幸せになったで、うん、なんでみたいな、報われないって思ったりとか、不幸になったらそのあれなんだっけ、不幸になったら不幸になったで、うん、なんて思ってたんだっけ、あ、忘れちゃったまあ、ね、あ、違うわ、でもなんかそれもそれで悔しい気持ちがあったんだ、うん、そのなんて言うんだろう、そのやっぱり好きだからこそこう恨んじゃうみたいな気持ちもあったから、うん、なんかせめてもうちょっと頑張ってくれよみたいな気持ちと か、うん、なんかいろんな複雑な感情があったのを、もうまあいっかって、この人で幸せになってても別になってなくても、うん、どっちでもいっか許そうって思って手放すっていう作業したおかげで今いないんですよね。
うん、それこそ私実はパパとかすっごい嫌いだったんですよ。結構ね、そこがまずベースにあるみたいですよね。いや、そうです。男性不信になったきっかけ、ちょっと家庭環境とかで、うん、そのちょっとパパ、私のパパがちょっといろいろあって離婚して、そうそう、離婚して、うん、私のパパバツさんなんですけど、ところがね、イベントはパパが手伝ったりとかもしてってややこしいね状況があり、あ、でもなんか一応間接的にって感じだから、うん、超手伝ってたわけじゃないんですけど、うん、でもなんか私一回、え、これでいいのかな、でもこういう人どうなんですか、不倫系ってどうなんですか、どうなんですかそれって、お父さんの、うん、まあいいんじゃない、いいっすか、ダメ、うん、ダメかな、やばそうなら僕はフォロー入れます。本当に、あ、はい、でもこれはもうあの家族内では解決してる話なんで、はいはい、昔話ですかね、そう、勝手に叩いたりしないでください、はいはい、詮索もお願いだからしないって約束してくれる人だけ聞いて、はいはい、できない人は消して今すぐ、うん、そう、私のパパがまだうちにいた頃に、うん、その私のパパとママが、まあ、ちょっとお金のことで喧嘩してたんですよ、うん、よくうち5人兄弟だし、うん、でもパパがその安定した収入がない仕事っていうか、うん、1個の仕事が来たらバーンってお金もらえる人だったから、うん、それでなんかちょっとパパタクシードライバーになってよみたいな喧嘩とかあって、うん、手堅い仕事してよっていう手堅いことっていうのでめちゃくちゃ毎日喧嘩してる時期とかも家ですごいたくさんあったんだけど、うん、そのまあ、パパとかママとかの間でギスギスしてる時に、うん、私はその間だったのよ、うん、でみんな子供たちも小さかったし、この人たちだけにはこのギスギス知られない動向、うん、全部私だけがあの飲み込もうって思って、そのママとかに今パパ何してた、何時に帰ってきたって聞いたのに答えたりとか、うん、パパがママどこで何してたって聞かれたのに答えたりとかっていう、そういうなんかしんどい役割を、しんどい役割を上手にこなしてたんですよ、うん、でなんかその時携帯ゲームにハマってて、うん、パパのそのガラケーの携帯ゲームでよく遊んでたんですよ、うん、貸してって言った時に、うん、ふと私は、まあ、どっちの味方でもあったけど、どっちかっていうとママかわいそうっていう感情だったから、よく泣いてるのも見てたし、うん、あのふとちょっと気になるなと思って、うん、パパのメールボックス開いちゃったんですよ。そしたらメールボックスの時に、うん、あのカホ、シホ、リョウコって欄があって、えって思って、複数、そうそうそう、複数いる、これ誰って思って片っ端から全部見てたんですよ、うん、そしたらあのちょっとこうイチャイチャしてる感じの人たち全員、うん、でまあカホとシホはあの若い女なんですよ、うん、ある程度でも、うん、リョウコだけ結構まあバツイチみたいな感じで、そのなんかちょっとなんていうの、パパに対しても、うん、なんていうの、そのちょっと深い愛情を持ってるというか、うん、自分の自撮りとかも送って、そのパパのために、うん、そのダイエットしましたみたいな、どうかなみたいなのをメールしてるんですよ。でもパパはカホとシホには、うん、若いからか分かんないけど、しょっちゅう返事するんですよ、うん、その愛してるよみたいな感じのこととかを。でもリョウコにだけ返事しないんですよ、だからえっと思って、なんかリョウコが一番パパにメールしてるし愛情も持ってんのに、リョウコに返信しないなんてひどいって思って、そのちょっとパパのメールを見るのが習慣になってたから、私ちょっとリョウコに感情移入しちゃって、この子かわいそうだって、そうかわいそう、リョウコと思って、顔も知ってるしね、だからリョウコにあの、うん、パパになりすまして返事したんですよ。リョウコが今日も俊平さんお疲れ様みたいな、返事いらないからねみたいな感じでこういう自撮り送ったのに、なんかリョウコいつもメールありがとうみたいな、嬉しいよみたいな、愛してるよハートハートみたいなのを私が送ったんですよ、そしたら嬉しいみたいな、俊平さん返事くれて嬉しいみたいな、リョウコ頑張れるありがとうみたいな来たから、なんかちょっといいことしたみたいな気持ちになっちゃうじゃないですか、ならないよ、いいことじゃないよそれ、よかったみたいな、リョウコも報われてよって思って3日間ぐらいやり取りしてたんですけど、さすがにこれヒートアップすると会った時にチグハグとかでバレるって思ったから、送信メール全部ブワーって貸してなかったことにしたんですよ、そしたらそのリョウコと再婚したんです、だから私がキューピッドいい話だった。いい話だった。そう、さすがだな、そう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 。ちゃんと落ち着ける。リョウコとね、ちゃんとね、そうそうそう、っていうことが実はあったりとかして、うん、それはちょっと楽しかったけど、うん、から全然大丈夫なんだけど。まあ多少男性不信にはなりますよね。なるでしょ、そんな。そう、大体みんな恋愛とは結婚とはってまずそこで考えるなっちゃうよね。だからもう私は結婚しないと思ってたし、恋愛もしないとか思ってたけど、男性不信もようやく克服して、今のバンドメンバーにも一応戸籍上男性の人が多いいるし、3人ぐらい。まあでも性別いい、分かんないけどね、まだ。男だから女だからうんぬんって話じゃないですからね。ないんですよ、ね。いろんなジャンルにいい人も悪い人もいるってだけの話で。本当にそうみたいですね。そうなんですよ。そうらしいですね。本当に。え、いや本当に私でも、それこそ。本当10代の時とか、男性ってだけで構えてましたからね、もう男相手の仕事をしてたのに。そうなんだよ。運営とか事務所系とか全部男の人じゃないですか、はいはいはい、でその騙されたのも男の人だったりとか、もちろんそのストーカーとか痴漢も全部あって経験あったし、はいはい、なんかカメラマンの人、うん、そのもう無償で手伝いますみたいなカメラマンの人が、うん、その2人いたんですけど、うん、1人はにっちゃん推しになっちゃって、1人は私推しになっちゃって、うん、なんかあのカメラ持ってないのにプライベートにカフェになんか居座るみたいな事件とかもあって
でもう無理だって言って、なんか私の場合はもう一人のカメラマンの人に、あ、でもちょっと彼似てる、あのカメラマンの人にちょっと似てるんだけど、ちょっとだけ似てるんだけど、うん、あのその人からなんか手紙が、手書きの手紙が来るようになって、うん、映像代はいらないので、うん、その代わり今写真を撮る仕事をしているので、うん、ちょっと写真プライベートで撮らせてほしいと、うん、来て、うん、こわってなったりとかもしてたな、うん、そういえばその時は、うん、そういうのとかでも歯車さ、うん、早くさせるじゃない、うん、不審の、はい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 、やっぱりやっぱりと思わせてしちゃうじゃない、うん、っていう時もあったけど、出会いが悪かったんですかね。そう、あとなんかみんながみんなパパみたいな人じゃないってことをようやく分かった、うん、そりゃそうですよようやく分かったし、なんかいろんな人がいます、いろいろパパにもねあったみたい、うん、理由がだって私がそれでさ、パパは本当にひどかったし、うん、ひどいことしたし、うん、私は許せないみたいな、うん、その一瞬パパがうちに戻ってくるかみたいな話があったから、うん、私は受け入れないよみたいなこと言ったら、なんかママはもうなんか、みたいな、そんなことあったっけみたいな感じなんですよ、うん、なんかもうパパもパパでいいとこあるしみたいな感じだから、うん、いやいや、あん時めっちゃ傷ついてたやんけみたいな、うん、嘘だろって気持ちになったりして、うん、なんか本人同士って意外とケロッとしてますよねでも私だけだったみたいに根に持ってたの、うん、とかねっていう、家族内のなんかそういう、うん、なんて言うんだかな、なんかこうあったんですよ、進展もちょっと話うまいけど嫌味がない、すごいって絶賛え、ほんと、ね、嬉しい、改めてこの話術が評価されるきっかけになったと思いますよ。いやだ、ちょっとあの大変な人生を送ったっていうのもわかるけど、それ以前にその大変さをこれだけのちゃんと面白いエピソードにする能力すげえな、やっぱこいつって本当にありがとう、ほんとぜひ領収書やるの手伝ってほしい本当にお願い本当に無理だ、ね、税理士を雇うしかない、ね、いや本当そうですよ、税理士雇うと楽ですよ、確定申告が楽らしいね、うん、僕も税理士に任せてて、ね、そっか、うん、やっぱ税理士の時代だ、まあ、どんな人に任せた時もう ADHD 税理士、うん、まあ、持てますよ、ね、自分でできるわけないんだからっていうそんなもん、そうです、そうです、諦める、うん、諦めましょう、ね、クリエイティブ的な方向とか向いてることに特化すればいいんですよ、うん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 、やれることをどんどんやりましょう、あと5分、何か告知などあれば、いい、この先のこと何にも決まってないですね。だってコロナになっちゃったし、はいはいはい、配信とかもなんか一回こう面白いことできたから次どうしようって感じだし、この前の配信は今でも見れるんですか？あ、もう見れなくなっちゃった、もう見れなくなっちゃった、あ、でも DVD 売ろうと思ってる、おう、もしかしたら売らない、気が変わったら売らないけど、うん、でも売ろうと思ってるんで、うん、気になる人は DVD 買ってください、うん、とりあえず今通販とかで音源も買えるし、そう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 、その他いろんなものが買えるんですか？ T シャツとかも買えるし、石は売ってない、石はね、まだ売ってないもうすぐ待ってて、うん、そんな感じかな、うん、そうそうそう、今回ね、もう円盤化してほしいって声がすごい多くて、うん、なんか結構何回も見返したくなる系だから、よかったら買って、うん、ぜひ、うん、そんな感じかな、ね、こういう話聞いたらね、今どういう音楽やってんだろうって興味は絶対湧くはずなので、そうだね、うん、今の音楽性何なんだろう、でも相変わらずみんなの歌みたいな感じも残りつつ、うんね、うん、いわゆるああいう東ソングな感じはある、そうそうそう、あるよね、うん、それ残しつつ、うん、そのノギーノギーも曲作るから、うん、あの人の曲とかはまた全然私が作れないような曲調を作るから、うん、なんかその感じでいろんな曲が今ありますね、うん、結構、うん、そんな感じかな、だからね、あとまあ多分今まで多少ね、なんだろう、警戒心があってなのか、うん、ね、アイドルと絡めのことそんなしなかったのが、それこそね、その「火曜ザナイト」も出たりとかしなかった、ね、ここにも再登場したりとか、ちょっとまたね、そうそうそう、柔軟になってきてるんでしょうね、今なってきた、うん、ちょっとアイドルとはもう無理みたいなとこあったけど、うん、今はもう大丈夫になってきたかも、うん、だからぜひ、なんか、うん、むしろなんか依頼があったらぜひ、うん、してちょうだい、楽曲制作オファーとかね、あ、ま、ねえ、私、うん、俺ヒロシンちゃんに楽曲提供したよ、ですよね、うん、うん、でもあ、なんか止まっちゃってるけど、そうなんだ、連絡がちょっと止まっちゃって、なんか先に進んでないから、うん、もしかしたらまだ披露されるのが先になるかもしれない、うん、とりあえず郷さんと有料配信やるのもビジネスとしてありじゃない、またなんかね、なんとかね、コンビイベント、コンビになるってことが、なんとかトークイベントやりましたけど、またなんかね、あの機会があればいくらでも、ついにまんまおけが現実化するやばい、えパイパイデカミに対抗したやばい、やばい、今思いついたこと言おうとしたけどやめとこう、ママのお聞きにやばいこと言わないでおこう、それはでもずっと覚えてるから、ね、私、はい、2時間じゃ足りないよって言われるぐらいにね、ありがとう、はい、みんな覚えててくれてありがとうだよ、むしろ、うん、結構世間離れしてたから、まあね、あんま実感が、本当に
なんだコアなファンにしか届かないような活動をやってた部分はあったので、ああったそうシャットアウトして、シャットアウトしょっちゅうしてた、もうマジで、うん、そう何回も消したりとかいろいろ LINE もやめたりした時期もあったし、ね、でもね、あの病んだらね、とりあえず Twitter とか SNS 系全部やめるといいよ、うん、シャットアウトした方がいいよね、あれね、めっちゃ効く、うん、あれすごい、あ、うん、何みたいな、今までの仮想現実だったのみたいな気持ちになるから、うん、一瞬、はい、そうですね、それぐらいアドバイスでしょ、キャラだよとかね、本当に僕でなしこと相性いいかもホリエモンは、ホリエモンはって何ですか、忘れないよ、ありがとう、みんな、さやねさんありがとうございます、バンド名言いましたっけ、まだ言ってないです、ね、検索してください皆さん、ぜひ、秘密です、言わないんだ最終的にいつかわかるでしょちょっと覗いたら売り切れだったけど、バックめっちゃかっこよかった、あ、本当にそう、ノギーが描いたイラスト、ノギーが絵の才能にめっちゃ長けてて、うん、ツイッターに自分が描いた絵だけ載せるっていう、うん、なんかちょっと芸術ぶってんだけどあいつ、はい、そういう感じのもありますね、カナノとトークしてほしいね、これもね、千里さんもね、デリケートな事情がある程度抜けたらね、ぜひ、ね、今まだだよね、まあ、今まだまだだよね、でも YouTube さ更新してるよね、 YouTube はちゃんと、私やっぱそのほらカナノちゃんに恩があるからさ、うん、やっぱりちょっと、うん、ちょっとは見てるんだけど、うん、でも痩せたなぐらいしかね、うん、辞める直前1週間ぐらい前に一緒に飯食ってたんだけど、うん、なんか飯食えなくなったもんね、もうそうなの、うん、ほぼ食べてなかった、そうなんだ、うん、その時から結構じゃあもういろいろあったんだ、ね、やっぱりちょっとねメンタルやられてたからね、いやー、うん、でももう揉める系はもうみんなメンタルやられるから、うん、本当に、ね、何も言わない方がいいですよ、なんかねどっちがいい悪いじゃなく多分ねみんなメンタルやられてんだよその状況、そうしかもなんかいろんな原因とかが、うん、まあ、ちょっとずつポロポロ出てはいるけど、 その原因のにもさらに昔の理由があったりとか、うん、あと本人たちのなんかこう事情、わかんないけど家庭事情とか、ね、そういうなんかこう特徴とかも全部絡まってたりとかするから、まあ、単純な話じゃないんですよね大体ね、そう、誰が悪いみたいな簡単な話じゃないから、そうそうそう、どうかそれを分かってくれる人が、うん、単純化して片っぽ攻撃してスッキリみたいな話にはしないでほしいっていうね、どうかねもうちょっと温かくね距離を置いて本当ですよ、いただければという、もう私の言葉すごく説得力ないすごいある一番説得力ない、お願いだから言わない、私が読んだから分かるでしょっていう、ね、本当に全てグレーだって知って、白と黒とかじゃなくて、うん、そうそうそう、あんたたち、そう、そういうことです、そうですよ、いいこと言ってます、はい、はい、そんなわけで次回は9月8日8時からで、ゲストはセナシスターのマオさんです、よー、うん、マオさん、ね、え、私あのマオさんとのトークイベント以来会ってない、うん、ああそうなんだ、でもなんかマオさんめちゃくちゃさ、うん、抜け落ちたみたいな顔してたよね、ね、まあね、超幸せって言ってた、今全然会えなかったお父さんに待ったりとかね、いろんなドラマ、そうなのやばい、私も LINE 変えちゃって消しちゃったわ、ね、うん、マオさん消えちゃったからちょっと言っといて、ね、マオさん気になってるよって、はいはいはい、あんたのこと、あと私、うん、私もようやく鬱治ったよって言っといて、うん、ね、最後に会った時は一番しんどい時期だったから、そう、過呼吸になったとこ見せちゃったから、まあ、マオさんも過呼吸日常の人ですからね、そう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 、うん、道理で落ち着いたわけです、そうそうそう、もう私のとこ来て、うん、大丈夫みたいな、なんか言われたしんどいって言われて、うん、違うでボロボロ泣いた、うん、そうかそうか、病院行った方がいいよって言われた超慣れてるすぐ病院行った方がいいよって言われた、はい、そんな感じで本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました、バイバーイ。